ここ横浜アリーナより実況生中継たっぷりと全8試合ご堪能いただきたいと思うわけであります。やった。まずは第1試合、まずこのゲートをくぐったのはなんとアオルゴちゃんじゃないですか。いやいやいや、さらには中川芸能の姿も。まずは第1試合です。中川浩二、邪道芸能組対一気富士フラインキット一穴チョコボール向かいという非常に興味深いこの6面なんですが、いやついにこの日が来ましたね。杉田さん、で、すごいですよ、横浜アリーナも。いやもう熱気でも、そうですよ、熱気で、いやもう倒れてしまいそうですもん。で、なぜか杉田さん倒れるならば、おっと今リングイッチパスで突然ね音楽が止みましたが、おお、続きましてはリッキー富士フライングキット市原チョコボール羽織もいいけどね、の入場であります。そうなんです、セナさん、セナさんいいね。そうですね、そして今日はなんとこの放送席、杉作さんがね非常にそわそわしているんですけども、はい、素敵なゲストを迎えております。スペシャルゲスト、スペシャルゲストです、セクシータレント草薙純さんです。よろしくお願いいたします。今日ありがとうございます。お願いします。おもう、おメダルさん、何ですか、このなんか違いますね、インテリジェンスに包まれてますよ。ゆずちゃん、どうですか、なんかこの、いや、こんなセナちゃん、初めて見ました。草薙さんはね、セナちゃんとは随分、窮地の中ということで、そうなんですよ、今日は応援ということもね、兼ねてこの放送席に一緒にあのクラブとか遊びに行ったりしてるんでしょ。よくしますよ、ね、いや、クラブに、クラブ来るに、クラビングってのクラビング、あ、斉藤さんには縁のない世界ですから、なんか杉崎さんだけ縁があるような、まあもう偉そうに、いやーやっぱり、あれ華やかでいいね、素晴らしいですね。第1試合にこれより行われますスナッチングラダーマッチのルールについて説明いたします。さあ、ルール上空にあるロープに吊るされたチャンピオンベルトを花道に置かれたはしごラダーを使って、いや、今日はね、スナちゃんの姿を一度見とかなきゃとか思って、足を運んだんですけども、ちょっと今日は別人ですね。別人ですね、なんか女教師っていう感じですかね。そ、女教師ってたたかな、叩かれてみたいで、ね、ね、説教されてみたいみたいな、まあ、斉藤さんには説教が必要です。なるほど、さあ下道だ、今日このテクニック炸裂するか、まあ、下道は確かにすごい、ね、心配だな、一度諦めたセナちゃんへの思いがね、ここで炸裂するかもしれませんね、またね、これが不気味だ、はい、不気味です、不気味でしょ。さあ、そしてマネージャーが荒井香織です。チョコボール、さあ、チョコ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 セクシーダイナマイトピンクの弾丸チョコボール向かい、今日はセナちゃんを守ることができるのか、市原、あれですよね、セナちゃんの、セナちゃんがマネージャーしてるから、おー、リッキーがいきなり突っかかっていった。さあ、予期せぬ足に、おお、早くも放送席の前に、今日は第1試合だからさ、炸裂している、いやいやいや、エキサイティングですね。先月壊されたばっかりなんだから、もうここまで復旧するのにえらいことだったんですから、どうですか、斉藤さんが言うと全部嘘に聞こえるからね、跡形もなくなってしまったんです。あ、またおお、あとそばっと、ここはまたこれ激しいトレーニング飛んできてますからね、体もね、プレートがね、中段から動くレベルのもうレシピができるから、まあ、あのこれ実は先ほどあの杉作さんがくだらない話をしてるというルール説明がありましてですね、あのご覧のようにあのリング上に吊るされた
ね、そうです WEW のベルト、あのラダーを使ってあのベルトを取った方が勝ちなんです。これあの橋はね、通常のプロレスルールとは違うんですね。だからそれはあの、はい、ゲドが提案したんですよ。あのゲドって今リング上にいる、ね、はい、あのハゲの、まあ、まともにやってはもうちょっと力の差が ありすぎるだろうと、ハゲつけてやる、ね、そういうことで余裕の表情だったんですが、なんとなんとこのかかとを出し早めに出ますよ。向井君は日に日に強くなってるからね。いや先ほどの向井君でもね、さあおっと駅弁出るか、駅弁か、やっぱり駅弁固めちょっと警戒されてますか。おお、うまくかわしていく、ね、あ同じ技何度もある。ちょっと待ってね、リッキーさんがラダーを今リング内に持ち込もうというところ。さあ今度はリング内は中川と市原です。セナちゃんはあの市原さんが好きでこの世界に出たんですけど、そうですよ ね私も足が今日はぜひお気に入りのね選手を見つけていただいて、そう僕でもいいんですよ戦ってくれますか。軽く一瞬なんか皆さん戦ってくれますか。私のために。杉作さんはあの前回戦ったんですよ。ちょっとぶん投げられましたからね斉藤さんが逃げてね、天板に斉藤さんが逃げてね、逃げてなんで人が助けたの。俺が一人で放送席守ってたもうあのね無様な格好を、ね、まあしかしね今日はね、まあいいや、まあ、斉藤さんのそんなくだらない話はさておき今日は素晴らしい試合が連続。さあ市原が飛びました。ラケブラーだ、ショーンマイケルね、はい、そしてファンクス、ザ・ファンクスです。なんか我々だけ興奮してるようだな、キョトンとしてますけども ね、 いやもうね、私初めてなんですよプロレス。あもう間近の、はい、初体験、なんかね、もうドキドキしちゃってるんですよ ね、 初体験の場所に我々が居合わせる。そうなんですよ、もう光栄なことですね、はい、まあ、ちょっと感想も聞いてみたいですけど、ね、どうですか、お気に入りの選手いました、もうすでにこの中に。いやまだね、ちょっと戦い見てみたいですね。冷静だ、冷静ですね。そうなんですよ、リンク外でゲロがセナちゃんを、あなんか誘惑って、なんですか、ちょっかいですか。ちょっかいでしょう。セナさんもよく見てますね、うん、もう本当に僕はね、これね、あのちょっと今日の見どころはね、リッキーさんですよ、はい、これリッキーさん見どころですね。前回これレフリングやったじゃないですか、このメンバーで、ね、はい、あのリッキーさんというあのビラビラについたあの髪が金髪でちょっと変な人いるでしょう、はい、あの方、変な人です。あの方がこの試合のね、僕はね、こういうのを聞いてるんですよ。まあもちろんこの中でもキャリアの上でもね、一応ベテランですから、キャリアはもう有名です、試合考えましょうかね、もちろん実力でもこれ続けてますね。リッキーさんね、海外経験の長いんですよ、あの方。だからね、こういうね、こういう試合はね、マッチに慣れてるんですよね。慣れてますね、はい、一応そうですよね、うん、よく知ってんじゃないですか。知ってますよ、ご覧になってるんですけど、知らないなんて、あなたもどっちかよく分からない、あなたも斉藤さんみたいです。そうです、第二の斉藤です。なんてことを言うんですか。何が斉藤ですか。さあ今あと市原がですね、はしごに切り込んでるんですか。ちょっとどうですか、セナ陣営が分断されてますよ、杉田さん。なんか邪道な顔つきだね。そう、なんか探してます。おーって、怖い。おいおい、いや、いきなり。あれはね、違う。ああやってね、純ちゃんに顔見せに来てる。そうだ。俺は、ああいうところが。必ずね、来ますから。こういうね、匂いがするとこをね、嗅ぎつけるのが早いんだ。でも顔が冷静でしたよね、全然。どうでしたか、今。邪道は。チョコボールの股間が、これ、商売道具ですよ、なんてこと、あら、これはね、誤送問題に発展しますよ、こんなことしたら、働けなくなりますからね、なんだそう、なんだってお宝っていうぐらいですからね、あの部分はね、ですよ、あいや、そのあたりを攻めるあたり、やきしたたかですね、相手の一番ね、弱点、大事な部分を攻める。もうゲドはやっぱりクレバーですからね、ジャドもね。さあそのキーを握るという、ただリッキーさんはさんのリッキーさんにはね、大事なものはないから、ね、通用しませんよ、そんなことない。ないなんて失礼な。いや失礼しました、リッキーさんの、ね、大事なのはハートなんですよ。何綺麗にまとめて。リッキーさんはね、ハートはね、うまいこと言って、誰に動かされないように。うまいこと言ってどうするんですか、こんなところですか。さあ、今リッキーがちょっと足に合っている。ちょっとセナ陣営、これ分が悪いですね。完全にあの1対2、1対3、いっちゃんがもっと活躍しないと。そうなんですよ。いや、今チョコがこれ
全く試合にね、これリング内に参加できない状況になってますよ。攻められますね。これちょっと一応さあ、イチャラうまくボールに入れるか。おーっと、このラダーをさあ、うまくイチャラが、ただうまく蹴ったんですけれども、どうですか。すごいでしょう。僕の手を握って、僕の手を握ってねえよ。握ってないよ。いや、でも本当すごいですね。すごい迫力ですね。感情的になるんだよ。おっと、大人なんだよ。さあ、はしごに千原がまずはこの餌食に合ってしまう、そんな感じですよね。完全に分断されてますね。うわ、これへこみますよ、へこみますよ。やばいやばいやばい、ひん曲がってしまうんですよね、はしごがね。さあ、ここは耐えていく。さあ、一応ここを見せたか。さあ、強くなってきましたか。力強くなってきたよ。さあ、さらに、おっ、これはうまい。うまいぞ、これはうまいぞ、市原。登れ登れ、今登れ、チャンスチャンス、チャンス、ビッグチャンス。今ね、チャンスですよね、これ。あの、別に相手を叩き乗るかしても、ベルト取ればいいんですから。震えてますよ。ね、すごい。痛いさ、そうでしょう。こう痛さが伝わってきますよね、やっぱり。伝わってきますね。ですね。お、さあ、冷静に今、リッキーさんが、ラダーをリング中央にセット。さあ、このそびえ立つ、はしごの頂点を極めるのは、やはり中川。そうそう簡単ですね。しかしこれ、杉谷さん、セットされましたからね。セットされてるから、今。ここからがちょっと、ここからがあまりとこの勝負のキーを握っているかもしれませんね。はい、かなり難しいですよ。簡単には登れないですからね、間違いなくね。はい、2対2ならばね。そうなんですね。少なくても、2人は抑えておかないと。今日は楽しみですね、これ。まあ、今ちょっと画面で確認できるかどうか分かりませんけど、はい、上にもうほら、じゅんちゃん見てください、金網がセットされてる。電流金網、サンダーボルト、15000ボルト。1万5000ボルトですよ。今日はそれもありなんですか。あるの、もちろん。あの、冬木さんとね、冬木さんね、冬木と、あの、田中さんが、田中正人、はい、大激突。もうね、負けた方がこの団体から出ていく。初のプロレス観戦で、あまりちょっと衝撃的な場面をですね、あのね、触ったら死んじゃうしまうかもしれませんね。そんなのあるんです、今日、第7試合。1万5000ボルトですからね。さあ、今日はね、見逃せませんよ。そうですね。今日はこれ、祝日ですけど、何の日でしたっけ。今日はですね、勤労感謝の日ですよ。勤労感謝の日。急に振らないでください。まあ、本当、勤労に感謝しつつ、はい、皆さんで楽しみましょう、この生放送。もうね、みんな働きましょうね、今日も。レスラーの皆さんも。何働きましょう。さっきまで寝てたくせに、ね。なんてこと言うんですか。ね、まあ、立派なことです。ね、本番前に寝て英気を養う。ちょっと待ってくださいよ。勘違いする視聴者の方もいるんですが。さあ、行け。さあ、あ。囲んで、さまざまなね、この戦い模様が今繰り広げられているわけですけれども、もうなんか本当にね、3カ所でラダーを囲んでね。あっ、まだいけ。あ、しかし引きずり下ろされた。難しいですね、うん、難しいですよ。このなかなかこうゲーム性も面白いでしょ。すごいゲーム感というか、そういうのもスリリングで面白いですよね。さあ、ああ、ポテッという感じでね、当たってしまいました。さあ、ちょっとリッキーさん大活躍始まるんじゃないの。ね、杉作さんの、ね、僕はリッキーさんはね、宣伝の予想とは裏腹に、全くリッキーさんがどうですか、制裁を書いているの気もしないでもないんですけど。斉藤さんは本当、リッキーさんはね、何も言ってこないと思って、よくそこまで言います。そんなこと、見てんですよ。え、あの人は一番よく見てますね、うん、気にしてんですから、もうちょっといいように言ってあげないと。頑張ってもらいたいですね、この後ね、さあ、リッキーさんにしてみたら今日は晴れ舞台ですよ。ショーン・マイケルズ来てんだから。そうなんですよね、さっきあの裏でね、バッタリバッタリセカンドインパクトが起きてしまいました。出会ってはいけないものがついに出会ってしまった。もう大変でしたから。大変でしたね。そこで試合始まりませんでした。リッキーさん隠れちゃったんじゃないの。リッキーさんが真似したんですよ、ショーン・マイケルズの、もう大激怒。もう大爆笑、大激怒。もうセカンドインパクトが起きてしまいました。さまざまな戦い模様がありますからね。いや、面白いですね。今日はもうね、あの、日本プロレス史上初のビッグイベントですよね、斉藤さん。これは
こんなないよ。初ですか。いや、こんなスケールのでかい大会は。スケールはでかいですね。しかもバラエティー飛んでます。そうですね。ね、純ちゃんそうでしょ。あのね、エンターテインメントスペシャルライブという名に。今ね、あのテコのテコっていうかシーソーみたいなのね。うわ、これは顎ですかね。やっぱりね、あの力がなくてもね、あえてね、力を応用すればゲドを倒せるんだね。なるほど。さあ。これはしかし変則ルールですけれども、あのタイトルマッチですからね。さすがにあのやはりこうラダー使った危険な試合だから、セナちゃんもカオルコもちょっと今日は手を出せないというですね、おとなしく、はい、おセナちゃんも振り入ってきて、セナちゃんだったって邪道が来た、邪道が結構ラダーね、ラダーに試合したんですからね。リッキーさんちょっとラダーの方が遅いですよ。だってほら届かないな。リッキーさんね、違う、もう一段で手が短いこと頭に入れとかないと、もう一段登らないと届くわけないのに。あの阿部寛とかだったら届いてますよ今ね。えリッキーさん1メートルぐらい届いてないから、目測謝るにも程があるっていうぐらい届いてなかったですよ。さあ、あれ取ったら、ね、両方ラウンド。さあ、市原と高川が頂上で、チョコもこれ阻止される。さあもうみんなあれですね、完全に勝負、勝負つけてますね。もう満面の笑みで、さあ最後に笑うのはチョコボールの回なのか。あ、しかし後ろから、ああちょっと待って、危ない、うわースーパーパワーボームになってしまいました。ジュンちゃん誰だ、ジャドーもグロッキー、じゃあ、ジュンちゃん行け。今行けばチャンピオン。今行けばチャンピオン。ちょっとセナちゃん側で逆に。いや、これね、杉崎さん、最後は意外とあれじゃないですか。セナちゃん、カオルコが、キーを握ってくるような気もしないでもないですよ。あなたでもセナちゃん、カオルコが残ったら、2人とも今日スカートですからね。ええ、あら、見えてしまいますよ。極秘情報では今日はパンティ履いてないっていう話ですからね。2人とも。けど、わかんない情報を仕入れてるんですか。希望ですけど。ええ、いや、あ、今やっとセナちゃんが、お、セナちゃんが今リングイン、あっと今、メガネを取って、さらに、お、そのセナちゃん、お、しかも、ゲドウが思わずその姿に、お、このプロポーションに思わず目を奪われた瞬間にリッキーさんに捕まって、あ、そのまま、うわ、いや、さすがセナちゃんのセクシー格乱攻撃でしたね。あ、リッキーさんと今その話になってたみたいね。あらあら、いや初めっから狙ってましたね。そうですね、今まで、ちょっと、あーっと、カオルコ、カオルコちゃん、俺が裸だと思ったよ。ピンクの俺は今裸だと思ったよ。生土だと思ったという、そわそわしちゃって、びっくりした。もう、あー、いいけどお尻、うわ、いや俺裸だと、いやカオルコか背中、あるいはリッキーのケツか、乳首がないからキューティーハニーかと思った。セクシーですね、まだカオルコのカオルコちゃんもね、水着がね、カオルコちゃんもここまでの見たの初めてだからね、初めて、今日は思い切った露出ですね。あ、ゲドウは蹴りました、ジャドウには蹴った、股間に一個蹴り、股間よ、おっと、もう一度、うわー、謝っているぞ。いやー、セナちゃんのカオルコすごい。これすごい。いやー、どっちが高い。いやー、ジュンちゃんすごいですね、これ。すごいです。私こんな姿初めて見ました、本当に。セナちゃんがこんな姿。ぜひジュンちゃんにもセナちゃんもね、いただきたいですよね。しっかりもう変わっちゃったでしょ。変わりましたね。僕もね。いやー、そちら。チョコボールダッシュ、フレンキット市原リッキー藤井、チョコボールもしっかり立派になったね。いや、チョコボールも去ることながらね、チョコボールも立派になった。
今日は杉作さん第1試合から熱いですね。試合がどうですか、しゅうちゃん、こんな姿のせなちゃんを見れるのが初めてだったんで、本当に新しいせなちゃんを発見しました。強いでしょう、たくましい。いや、俺はね、せなちゃん前から知ってるけど、なんか最近口聞きにくいもん。あら、怖くて、カリスマ性怖いよね。いやー、せなちゃんがね、今ね、自分でこうベルトをいい気味やこれ抱きしめて、ああ危ない危ない、こう杉作さん、あんまり挑発しないでくださいよ。八つ当たりするようなね、もう本当に怖いな、危ない。あれっていや、でもね、あれ邪道はね、違うのよ。ああやって男らしいところをちゅうちゃんに見せたいんだ。全部計算のうち、ね、俺が使われてる。ああもうあれだ、邪道の思いのままに手のひらの上で転がされてるんですね。いやー、杉作さん、いやー、またゴールドのベルト似合いますね。いやー、まさにこの黒の水着にゴールドのベルトが引き立ちます。レナちゃん見事体感。いやー、それにしてもここがチャンピオンですよ。このタッグは何かやってみると思ってました。デビュー3戦目ですね。3戦目って言うけどね、あなた、10何年間ずっと練習は本当にこれマジでやってんだから。嘘かと思ったらね、三軒茶屋のアクティブジムに行ってみて。ああ、知ってました、私も聞きました。でしょ、三軒茶屋のアクティブジムに行ってもらうさんや。あなた、これだけの体キックしてるわけですからね。いやいつでもキックでデビューできるところまで来てたんだ。そうですね、まあ、本人もあの一度は夢見た、あの断念した、ね、プロレスラーへの夢をまたここでチャンピオンベルトを巻くという形でね、こんな大舞台で実現させてしまったという。リッキーさんも何かありますか、マイクを。はい、市原チョコさん取っちゃったよ。セタちゃんの名前も呼ばないとやぼって。6人この3人でこのベルト取っちゃったらどうしよう。ゲド誰の考えた試合形式だ、これは。取っちゃったよ、2000年が見えてきたぜ。ウィーアーエンターテインメントレスリングシュープレータッグティーンチャンピオン。やりました、リッキー。はい、いやー、リッキーも最後はね、不動だ。皆さん、マイクをありがとう。リッキーさん、イチャンさん、会場の皆さん、そしてそこを応援してる AV 男優のみんな、ありがとう。今日は AV 男優大応援団が詰めかけているんですかね。いや、感無量の表情を見せています。まあ、ざっと今日見渡しただけでも3、400人来てましたよ。え、AV 男優ちゃんと見渡すなよ、そんなもの。いやいや、素晴らしい、素晴らしい。いやー、でもね、どうですか、セナちゃん、あの、セナちゃんから見て、すごいこの華やかなこのね、面々にゴールドのベルト非常に似合いますよね。チューちゃんもなんかやってみたくなかったり、はい、どうですか、やってみたいですね。マジ、はい、本当に、これ全国の視聴者の方にも聞いてるんですよ、はい、そんなこと言っちゃって。いや、ファンタジーさんに言っておいてください。俺の名刺も渡しておきますから。そう、お願いします。何か、あなたの名刺も。リングの絵では爆弾発言出ましたね、今ちょっとしてもらうわ。何、いや、これじゃ聞きますまい。ね、楽しみにしててください。ほら、はい、というわけで、すずちゃん、ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ゆっくり見て帰ってください。あと、せなちゃんの控え室の方にちょっとね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。FMW のテーマソングが流れてきました。あ、見て痛々しいな、あれ。あ、これね、冬木にまさかのターレンでやられてんだよ。冬木に痛めつけられました。その左腕が痛々しい。ターレン荒井社長が今リングへ向かっています、ここで皆様にご挨拶があるということでありますが、ちょっと痛々しいですね。いや、でもね、大社長だからね、頑張ってくれよ、はい。
本日は FMW10 周年記念興行エンターテイメントレスリングスペシャルライブにご来場くださいまして誠にありがとうございます。この10年という大きな節目を迎えた時にこのような大きな会場でそしてたくさんのお客様の前で試合ができますのも今まで支えてくれたファンの皆様そして関係者の皆様のおかげと大変感謝いたしております。本当にありがとうございます。本日はエンターテインメントプロレス FMW が総力を結集して今現在でき得る最大級のカードを全てご用意させていただきました。名イベントでは共に10年間を歩んでまいりました H とハヤブサが務めてまいります。どうぞ最後までごゆっくりとご観戦くださいませ。よっよっ大切。なお本日第7試合で行われます宝殿金網敗者追放マッ追放デスマッチでは田中雅人選手が冬木行動を必ずや追放してくれるものと確信いたしております。そうです。そうですよね。この半年間いろいろ困難もございまして私自身の不甲斐なさも痛感させております。おいおいちょっと数年の間この音楽はおいおいと冬木行動の普通の挨拶じゃないんだよこれは。冬木壊しに来たのかまたどこまでもふてぶてしい男であります。本日は FMW10 周年記念大会エンターテインメントプロレススペシャルライブにお越しいただきまして誠にありがとうございます。何言ってるんですか。あらい今までご苦労だったな。お前も社長としてチヤホヤされるのもこの横浜アリーナが今日が最後だ。せいぜい楽しんで帰ってくれ。いい加減にしてください。そうだよ。私も選手たちももう我慢の限界です。できることならあなたを八つ裂きにしてやりたい。そうです。やってみないからな。やってやりますよ。だけど私ではない田中雅人がやってくれます。そうだ。よし田中がどうした。あらいお前の間違いはなこの俺を甘く見たことだ。俺を心の底から尊敬しなかったからだよ。あなたを尊敬するぐらいなら私は死にません。やったー。 You know something? Nothing bothers me more than watching two guys squabble each other like a couple chicks with some very serious post-menstrual syndrome. So what I want you two to do is get your asses back in the back, let these fans enjoy some wrestling before the Heartbreak Kid comes down there, kicks your asses, and runs your asses out of the Yokohama Arena. Yo! Heartbreak Kid, いきなり登場しましたね。さすがのみゆきもすごすごと、ね、去っていきましたけど新井さんは追放しなくても、ね、あんまりねお客さん困らせるようなこんなほらいやまあ正面説の言うことも筋が通ってます確かに、うん、ねでも本当悪いのは今冬木さん。いや冬木ですよ。そうですね。これで第2試合に実現ですか。はい。この二人は。これはどういうこと。中山をいたぶろうという。これどういうことなんですか。ああ。クロダタキですよ。ミスモンゴルジャズ小坂マリア入場です。さあいよいよ第2試合を迎えました。女子ハンディキャップマッチです。
まずはそのハンディキャップをもらっているこの3人でありましょうか。マリア・ホサカ、ジャズ、ミス・モンゴルの3人。いやー、なんともふてぶてしい表情。さあ、そして日本 WWF、 そして、ECW のね、混合トリオということで、混合トリオだけど、まあ、もうふてぶてしいっていうか、はい、不気味ですね、これはもう不気味ですね、さあ、まずはミス・モンゴル。さあ、続いてこの選手がジャズです。さあ、もう一人マリア・ホサカ、 WWF から参戦です。あれ、これ誰、誰これ、誰で、誰、誰これ。中山元川に決まってるじゃないですか。嘘って、じゃあ誰なの本当に。かわいいね。さあ、このニックキー元川に中山香里入場です。追っ払ってお天板にやっつけてくれるこの2人、ご紹介しましょう。中山香里、元川恵美の FMW 女子を、この牙城をこの2人で守り続けてきた2人であります。いやー、今日もコスチューム気合い入っておりますよ。気合い入ってますね。ねえ、あ、元川はいわゆるテンガロンの、あれですね、羽衣にテンガロンと非常に可愛いですね。そして一方はまたこれシルバーですか。中山もあのいつもと似てるけど違いますか。そうですね、ビッグマッチバージョンと言っていいでしょうか。あ、まあでもね、3対2だからな、うん、おい、お前ら分かってんのかよ。この試合あたしが勝ったら、あたしらのプランで FMW 授与書を進めさせてもらうからな。I may have Japanese blood in my veins, but I'm American born and American made. You think you can get an American ass kicking? I'm gonna keep mine short and simple. I'm here for one thing, and that's to show you just how hardcore I can be. なるほど。わかった、気にはなった。おい、わけわかんねえけどな、情報だよ。ね、分かってる。スペシャルカップハンディキャップマッチ特別部員ポッションボー対決、赤子が160パンドミス・モンゴル、168パンドジャーズ、155パンドマリア・ホサカ、アウトマリー中村さん、蹴り上げるの。いいプレゼントもらったよ、これは。さあ、パフォーマンスを。それは上げられないんじゃないかな。やるんだ、君の中山かおり。レフェリー、飛び込んでる。さあ、その後ろをね、抜けている隙に。おっと。成功攻撃を仕掛けようというところ、しかしこれはうまく、あ、うまく分断しましたね、3人を ね、 ね、さあ、マリア・ホサカのジャズを捉えたか。まあ、しかし3対2のハンディキャップですから、まともにいったんだとちょっと分が悪い。どの辺りに勝機を見出していくんでしょうか。今ね、結局3対2のハンディでね、あっさりと形勢が逆転してしまいましたね。お、さあ、元川も髪の毛を掴んで、おっと、雪譲りですか今のはね。
快調音、不気味な快調音を響く。おっとドロップキック顔面、いや今のドロップキックは顎を的確に捉えました。さあ元川かなりどうでしょう、体調は。元川なんか今日は胸になんかほら字書いてますよ。字ですか。僕がちょっと見てても読もうとしたんだけど、いつものひまわりじゃないんで。いやいや、あのね、肌に字を、まさか入れ墨かな、タトゥーワンポイント入れます、うん、入れましたかね、ひょっとして。なんか入ってますよ。さあおっとカウントワンで返した。さあそして中山、まあ、あの中山も負けられない。おっと学入ではこの中でもうピカイチですね、ピカイチですね。さあ抱え上げて、おジャズさすがですね、この辺りの動きはね。いやーやはりこの黒人特有のキレといいましょうかね、ありますね。さあそしてそれやっぱりね、でも3人いるからね、あのハイスパートもしやすいですよ、疲れないですからね、うん、はい、2人だとやっぱりね、相手のことも考えてね、やんなきゃいけないからね。だからあの僕と斉藤さんも今こう2人で喋ってるからしんどいですよね。しんどいですね、はい、3人いれば。さっき純ちゃんが楽だったけど、なんか楽しかったけど、杉さんさん僕のこと完全に無視して純ちゃんとずっと喋ってましたからね。急に2人だけになったらつまらなくなって、喋る試合は面白いんだけど、ここがつまらなくなってきました。何と言うんですか、視聴者の失礼と言いますね。いやいや、試合は楽しいですよ。試合楽しい、試合と僕のおしゃべりは楽しいです。この楽しみ方をね、やっぱり伝えましょうよ。僕のおしゃべりと試合は楽しい。いや、そんなことも伝えましょう。はい、そうですよね。やはりね、しかしこれ3対2でもあれなの、もうすぐこう3対1の状況になってしまって、いや、弾けてますね。出てますよジャズ、わざわざアメリカから来てるわけですからね。さあボディースラムを落として、さあストンピングを胸のあたりに。これはタイトルマッチとかではないでしょ。でもあそうだ、だから今後の FMW ジャズの主導権をかけてっていう話だったですよね。あのミスモンゴルが再三乱入をしてね、うん、こんな不甲斐ない女子はダメだと、うん、私にやらせろと、うん、まあ、いう主張をですねこの試合にかけてるわけですよね。なるほどね、はい。まあ、だからこれはあのハンディキャップですけども、こちらの3人が勝つと、はい、これ FMW 女子を名乗るわけですよね。そういうことですよね。だから、こう外国勢がどんどん入ってくるという、はい、うん、いやしかしそんなことをされたらこれ中山なんか一人でねこの FMW 女子を守ってきた、あの自負があるでしょうから、まあ、辛い時期、辛い時期を乗り越えてここまでやってきたわけですからね。こんなにホットでのねわけのわからない連中に持っていかれたんではっていうね気持ちは相当あるでしょうね。はい、コンビに油揚げってやつ、まさにその通りですね。さあ椅子が持ち込まれて、あストマックに一撃を食らわしたミスモンゴル、うん、中山も捕まる。やはり3対1の構図は変わりません。これがあの、おー、これはもうかわした、危ない危ない。さあ、さあ中山ここで、おー、復活なるか、ドラゴンスクリュー一戦。さあ顔面にストンピングを当てておいて、ニュートラルコーナー対角線に振っていく。さあモンゴルを捉えることができるか、エルボー当てていく。さらにもう1回、お、さあ椅子を使った、これはサブーバリのアラビアサッポーか、椅子を使って顔面。さあ、お、これは連携ですね。さあ元川が青コーナートップに登っています。ミサイルキックを行くのか、行った。やっぱり1対1だと強いですよね、中山のとか、1対1だと強い。おお、元川はねすごい落としました。今いやー今ね、肺が潰れたような音しましたね。うわー、一発。元川は本当キレがありますね。ありますね。体調良さそうですね、今日もね。さあ、これハンディキャップじゃなければ、まあ、こんなこと言ってもしょうがないんですけどもね。そう、斉藤さんはしょうがないことばっかり言ってるからもう。さあ、やっぱりね、中山がね、このパワー殺法で、はい、滑れなくてもいいんじゃないですか。滑ってないですよ。いい音なんですよ。つまらない、そんなあの人の批判はしないんですから私。さあおっと、お、二人をなぎ倒しましたよ今。さあ赤コーナートップロープ場外に行くか。さあ中山が3人を捉えている。おっとプランチャー見事、3人一気になぎ倒しましたよ。これはね
一人一人やってたら向こうは2人残ってますけど、うん、3人1回にやっちゃえばこれは勝機ありますね、はい、見事。もちろんこのハンディキャップマッチに向けてね、この本川岡山当然戦略を考えてきたわけですから、あ、そりゃそうでしょ、そのあたりをね十分に発揮してほしいわけでありますが、3対2ってのが分かってからもう1ヶ月弱あったんですね。うわーっとジャズのフォグラインすごい、僕ジャズのポーズが気になりますね。あれ気になりますね。あれなんなんですか、ペンペンペンっていうね。いやまあ弾けてることだけは確かですね。さあ、あの男の人がやるんなら分かりますけどね、なんかね、はい、元川もう一度振って、おお、これはうまいぞ。元川特有の動きからまとめ込んで、しかしカウント2。さあこれ中山にタッチ、これあの2人ですからタッチワークもうまくやらないとね、スタミナもどん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 ロスしていきますから。でもちょっと怖いですね、はい、もしものことがあった時には、うん、あの元川、元川、モンゴルは、はい、あの自分がリーダーのつもりかもしれないですけど、はい、この外人の女性たちは、うん、自分たちが乗っ取るつもりなんじゃないですか、これ。きっかけはミスモンゴルに呼ばれたというのはあるのかもしれないですけど、いざあの実際にそのいわゆる権力を握ってしまったら、これは人間どうなるか分かりませんですね。しかも海戦山戦でしょ。そうそう、よく薬剤画とかにあるとしかない、ありがちですね。天下を取らせた後にこれはだからモンゴルも騙されてるんじゃないのかな。ああ、さすが深い読みをしますね。いや僕ね、あのポーズ見ててよふと思ったんですけど、ね、あのポーズから推測するに、DX 軍なんて向こうの人がやるじゃないですか。はいはいはい、なんか嫌な雰囲気ですよ ね、 ね、アメリカンな感じが強いから。ああそれを知ってか知らないか、これ、はいね、日本の女子には日本の女子の良さがあるんですよ、うん、なるほど。ああ、モンゴルが切り返していった、スイング DDT を切り返された中山、しかしカウント2。さあそしてもうニュートラルコーナー、中山しっかりしっかり、さあ中山、さあここはしかし相手の方に向かっていってしまって、おお、旋回式の特定のヒーローだ。さあこれはんとカウント2で返す、はい、まあね、これぐらいではやられません。まだまだですよね、全然打たれ強さといった展開ですから、はい、だってちょうど前回のビッグマッチ横浜分会では、はい、あれ骨折でしたっけ、すねですね、すねね、あれだけの大怪我を負いながら最後まで試合したんですよ、ましたよ、中山の根性は普通じゃないんですよ、もう本当に女性であるってことが不思議なぐらい凄まじい、なんか闘志がね、痛さとかですね、はい、耐えることに対してはものすごいですよね、この人は。そうです、はい、でもちょっと補足するならば、今の時代女性の方がそういうパワーが強いのかもしれませんよ。なるほど ね、 ね、さあ、まあ、そういう意味では現代女性のヒーローと、おー、マリア穂坂が天高く飛んだんですけれども、うまくかわしていく、あ、中山すごいすごい、いい連携見せてますよ、うまく分断に成功しているぞ。お、中山ムーンサルトを狙うか、さあダブルかな、おお、行きました。そして元川がうまく2人をカットしている。元川も大変だ、世界って書いてる、世界って世界の胸に、ワールドですか、世界、はは、さあもう1回、おやった、これはうまい、これはうまい、中山痛い痛い痛い、ぐらいにムーンサルト行くと思いきやね、場外にブランチャーを見舞っていきました。さあこれは予期せなかった、しなかったモンゴルとジャズですからね、これうまく分断してますね、チャンスですよ。さあこれはダブルで、なんだ、おーおー、ギロチンとボディープレスですか。さあ、あーっと、ここはしかしモンゴルが入ってくる、今の連携良かったんですけれども、だからひょっとしたら勝つチャンスね。え、さあそして今、おー、元川が場外に捉えられた、2対1の状況、そしてリング内はマリア・ホサカと、やった、お、さあ中山が、お、うまくそのマリア・ホサカ、よし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 、さあ、お、これはダダレ式の、おっと、スタナーですか、さらに、お、エプロンを使ってトペコンですか、元川、おっと、カウント3、やった、いやー、見事見事、最後は何て言うんでしょうか、力強い技で3カウント、ああしかもあっという間に奪いましたね、なんか中山ってすごい力強いですよね、頼もしくなりました、うん、やっぱり一人でこれ値もないわね、焦点だっていう
精神的な成長があったんでしょうね。それまたそれを支えるものがね、はい、このショットガンのようなね、あのパンパンって感じ、はい、非常にこれ3人でやって負けたから、これモンゴルはもうこれはもうダメでしょう。いやどの面下げてみたいな感じでしょ。これ3人ハンディキャップマッチやっといてね、まんまと多国籍軍を一周しました。この本川中山見事な勝利ね、FMW 女子の2000年が見えてきましたね。見えてきました、はい、いやー見せ場たっぷりですけど、今度の試合がいよいよすごい。ついにウィリアムスを披露かけます、はい、ついにですよ斉藤さん。もたくさんいるんじゃないかと思います。異種格闘技戦です。第3試合起動対ウィリー・ウィリアムス。今まずは子分が2人走って登場、その後にゆっくりと新内飛動が、いやまさに堂々の入場。おっと、あ試し割りですか。おい、板持ってる。板割りですね。はい、弟子が2人、ね、はい、射程に板を持たせて、おお、割った これ射程の差が悪いじゃないの。おお、いった見事に割れました。今あのコブがね、軌道なりでかなり硬い板なんだよって見せたの。なるほど、そう簡単には割れないよということですよね。それを割れるんだよっていう、ははいや力強いと言っていいでしょうか。見事なパフォーマンスを見せてくれました。気合十分です。移動大きく息をついて今リングイン。いやあの何かあの弟子が2人、弟子を引き2人引き連れてるんで、ものすごく強そうに見えますね、移動が ね先日雑誌に載った2人も、ええ、あのこの2人と違うんですけど、まあ、ちょっと後ほどその話でしょうか、はい、ウィリーですよ。いよいよウマゴロシウィリー・ウィリアムス入場。さあ先日の後楽園ホールでは己の送った資格を軌道に一周されました。それがしかし逆にその眠れる闘志に真っ赤なる炎を灯してしまったのかもしれません。ギラギラと光るその目はまさにあのアントニオ猪木戦をも彷彿とさせる殺気にみなぎっているわけであります。杉崎さん、はい、いやー寒々としますね。その殺気が、ね、この今日ついに弟子も怖いですよ。あ、弟子がいる。ウィリーがいつもの戦略と違う。うわ、全くこれすごい二人連れてますよ。試合中ですよ。ハフダディみたいな2人連れてますよ。ウィル・スミスと前回はウィリー試合する気で来てないからメインブラックだ、試合する気で来てる時は違いますよ雰囲気が、今日は勝つ、そして新しい非道の歴史を作る、これで嫁さん惚れ直すなよ。勝ったら惚れ直しますよ。これでもあのワンスデン、I don't understand what you're talking about. あなたは何を言ってるかさっぱりわからない。いいですね、鈴木さんね。But I hear that you're a great fighter. Tonight we find out. 今日あなたがここに来た勇気は認めてやろう。I'm ready to fight now. Let's go.じゃあすぐ始めてやるぞ。いいか、あの人がやるみたいです。赤子が3分10ラウンドを行います。赤子が217パウンド日野。さあ格闘家としての実力はもう青子が250パウンドでいいでしょうか。ウィリアムス。さあそしてウィリー、どんな試合になるのか。
これはすごいですね。あ、ラウンドがあるが1ラウンド FM ガールね、ここでカラケットマッチの運転席でラウンドガールを務めます。皆様って今一人なんですか。あのお二人です。あ、変わりごとにね。10ラウンドで勝負した場合は時間制限の延長戦となります。セコンドアウト、セコンドアウト。それはないでしょう。僕はこれはこの試合に関してのみはちょっと、これはいくらなんでも非道に勝ち目は俺はないと思うな。まともに行き過ぎますよこれ、ね、まともにパスカ、パ先月戦ったんで、ね、そのパスカと一緒だと思ったからやばい、ね、危ないですよ。ちょっと間合いを、これ間合いの勝負ですから。おーっと、うわーっと、うわー、馬殺しの、馬殺しの小田が、人はすごい果敢に打って出ていきます。うわー、度重なるローで、しかしこれバランスを崩しました。あ、スリップなんですよ。いやー、非道の勇気にはこれはもうね、敬意を表しますね。さあ、そしてウィリーの、おーっと、恐怖の、あー、ウィリーを押し倒す気持ちではね、前に出る気持ちはね、ウィリーを上回ってますよ。感動的ですね、ちょっと。僕はすぐ終わるかと思ったんですけど、ロー飛ばす、おーっと、左のロッドが、おー、ひど蹴りのきついの一発。さあ、ということで、この右ストレートも怖いですね。リーチ長いですからね。オートボディー、ボディー、あー、そして顔面ワンツー。さあ、そして、あー、恐怖の膝が今火を吹くのか。ここはうまく、うん、クリンチで逃れていきます。さあ、火の間合いを取り直して、そう、緊張感みなぎるリング上。おーっと、今ジャブにひるんだぞ。やっぱりリーチが長いですからね。さあ、しかしこれどうでしょう、人は懐に飛び込んでいきたいのか。しかし、お、ローを飛ばしていく。今のローはちょっと効きましたよ。さあ、さあ、ミドル、あ、相当我慢してますからね、これね。さあ、そして我慢してますね。おっと、ミドル、これタイム出ないけど今何分ですか。2分。そうですね、2分手元の時計では。さあ、おっと、フックは大振りだ。さあ、そしてミドル、あのね、ヒドはね、これ我慢はしているんですよね、はい、全部入ってますからね、パンチもね。あーと、ローが、またしてもローでバランスを崩そうになりました。あーと、この顔面危ない、これは危ないぞ。あれうまく防いでたけどね、これは、腕で受けてるからね。このままグラウンドですか。グラウンドに持ち込もうというんでしょうかね。斉藤さん、はい、これはね、非道にしてみたら、まあ、我慢するだけ我慢して、はい、長期戦に持ち込めばって思って。お、マウントですよ、マウント、うん、あー、マウントから、これは、うん、おー、まさにアルティメットスタイルですが、あ、うねしぎ、うねしぎか、うねしぎを今、うねしぎ、おっと、まさに猪木戦を彷彿させる。いやいやいや、一瞬どよめきましたよ、会場が。はい、ラウンド終了。気にさせてしまいましたよ。杉崎さんの採点は、僕の採点は、まあ、そうですね、10対9でウィリーですかね。10対9でウィリー。あ、でも最後のがあったから10対10かな。ローペースケープありましたからね、うん、10対10、はあ、まあ、最後のなかったらでも取られてますよ。関節技対打撃という、これは構図にもなるんですね、このルールですからね、はい。さあ、まあ、これね、相手がね、ウィリー・ウィリアムスさんでしょ、ヒドがね、あの、いくら格闘家に転じたとはいえ、あの、かなりラフファイトね、それはやっぱりできないんじゃないですか、相手がウィリー・ウィリアムスさんだと。そうですね、そこの、あの、そこの、そういう意味でビッグネームっていうのはもう一つ武器ですよね。なるほど。俺に対してそんな恥ずかしいことはできないだろうっていう、うんうん、真っ向からね、向かっていかなきゃいけない、追えないと。ヒドにしてみたら、そういうことはひょっとしたら今までの人生で初めてかもしれない。ちょっとこう、すかすの得意な人ですね、割とね。だからもう、お、さあ、蹴り足を掴んで倒したリング中央。あ、さっきね、またしても今ガードポジション、さっき言いかけた話ですけど、この間プロレス雑誌に載ったあの2人、この2人じゃないんですよ、弟子。あれ、もう1人、もう2人弟子できちゃうんですよ。
全部で4人いるんですよ今弟子が。非道に、本当なんですよ。非道に連れていくという弟子が ね、その弟子たちが見てる中でも今どんどん集まってきてるんですよ、ね、そうそう、変なことできないっていう人を今ね、これ生まれて初めて辛い立場です。口ではほら、お姉さん惚れ直すとか言ってますけど、はい、はい、いわゆるその背負うものがどんどん重くなっているという、あの、うん、汚い、汚いってことないけど、ラブファイト使えない、これは辛い。そのあたりがこの試合だって、ついこの間では、この間まであの出そうと思ってなくても金的出して負けたりしてたんですから、ちょっとあのウィリーに対してのそういったあのプロレス的なラフファイトもですね、うん、見てみたい気もするんですけど ね椅子とかやってみるって思うんですけどね、弟子にできないですかね、ね、うん、その辺が、おお、あ、三角締めか、腕ひしぎ、強引に腕ひしぎに持っていこうというところ。いや、この第2ラウンドは一点グラウンドの攻防ですが、おっと、今ウィリーがね、かかとをヒーロー決めようなんていうシーンもありましたよ。さあ、あ、そしてスタンディングでちょっと不具合ある、おお、はい、よく切った、大きく、あ、過酷なき、これはチャンス、あ、そして、あ、なんと、おいおい、これもうスリーパーで、おいおい、おい、おお、ウィリーを熊殺しを眠らせるという瞬間があるんでしょうかね。ええ、ウィリー負けたらえらいことです。えらいピッチャーですね。いやー、ひどい。あの、今日ね、先ほど試合が向井君、はい、彼、本当に格闘の世界を志した元々のきっかけはウィリーなんですよ。あー、おー、ハイキックものに、やーっと、これはバック状態、そして、最後は左ハイ、ガッピン直撃です。これは決まったか。ただね、ひどい、あの、ここで立てないと、待って、さあ、時間はまだ45秒残っている。ナイス、さあ、おーっと、これは危ない、一気に来た、はい、ワン、ツー、さあ、このラウンド2度目のダウン、フォー、これはもう立てないでしょう、シン、これは立てないでしょう、エイ、さあ、これはもうみんな目立たないで、2ラウンド2分34秒勝者ウィリー、ウィリー、ウィリーヒヤッとしたのもありましたけどね、一瞬というような、あの、さっきの話ね、あの、向井君みたいにね、彼ここで見て格闘家目指してるって何もいるわけですよ、はい、その人たちにしてみたらやっぱり今日ひどいに負けたらね、あの、昔のことになりました、本当カッポクチテツしますよ、ウィリー負けたら、ですか、あのウィリー今日負けたらバックステージでチョコはカッポクチテツのとこだったんですよ、三島由紀夫バリのカッポクチテツ、現代の、危なかったですね、これは一命を取り込みましたが、分かんないけど、ヒヤッとする試合でしたけど、あわよくバックとここではいきます、はい、もう、ウィリーはあれはダメージはここするかなと思います、あ、今ウィリーが軌道を軌道に今手を貸して、あ、拳頭を叩いています、まあ、これはもう惜しみたい拍手ということで、we fight upon but when it's worth it. But when it's over, we still are human men. So we have to still have feeling. いい試合だった。今日は彼の力を十分理解できた。Also, he's strong fighter. One day, his future.もうベガー、彼の将来を今日見た感じがする。彼は将来きっと大きな格闘家になることでしょう。おー、真のお墨付きを、ね、真のお墨付きをもらいましたね今。いやー、ウィリーに格闘家として認められたんですよ、ヒドーは。
難しいんですよね。心が広い。普通だったらね、身の上の知らずでふざけるなってなっちゃいます、ね、いやー、自らバンナナをね手渡して健闘を称えました。まあそれだけでも非道が頑張ったっていうことですよね。そうですね、ウィリーのねこの金銭に触れたわけですよね。非道はこれ生きて帰れるだけでも僕は儲けもんだと思いますが、はい、いやでも感動的な場面ですね。これ非道よく頑張りました。まるで極上のね映画を見た後のような。なるほど、爽快がありました。爽快感があります。あった。さあいよいよですね。山崎アンチと佐々木義則入場です。佐々木義則、山崎直彦がまず入場してくるんですが、これはレスリング伝承スペシャルタッグマッチですからね。伝承ですよ、まさに。あれなんかいつもと違う。タッグのナンバーお揃いだ。かっこいい。かっこいいですね。いやこれね、佐々木と山崎人気ありますしね彼ら。はい、もう2000年 FMW はねこの2人に託されてるわけですから、まさにその伝承マッチという名にふさわしい今日はマッチメイクであります。相手はあのザ・ファックスです。すごいね。なんか山崎もなんか普段と違うよ。 Hello wrestling fans! The Funks are back in Japan!What you on? Watashi tachi wa proreska daisuki desu yo. We've come to Japan to teach the young wrestlers here real pro wrestling. We have very strong opponents, but we are ready. Demo ganbaritai to omaimasu. Not bad Japanese, huh? Let's go, Junior. Let's go get him.さあ、いよいよザ・ファックススピニング・トーホールド、スピニング・トーホールドが今横浜アリーナになり響いているぞ。大歓声のまさに鳥肌の立つ瞬間が今、眠れないと思うわこの興奮。いやかっこいい。まだまだ現役まっしぐらですよ。いやー山崎はそれで幸せもんですよ。幸せプロレスを伝えてることができればもうねこの日じゃないなければ戦えなかったですよ。ザ・ファンクスなんて貴重な体験になりますね。そうかな、緊張してなければいいけど。そうですね。あ、マイク持ちました。Ladies and gentlemen, my brother and I are dedicating this match tonight to Bruiser Brody. These are the boots that Bruiser Brody wore the night he died wrestling.And we're not going to lose this one tonight. Bruiser Brody was a great man and we love him. こちらのブーツとジャージはブルーザーブロディ選手の遺品であります。この試合を亡きブルーザーブロディ選手に捧げたいという挨拶でございました。
止まれって感じでしょ。斉藤さん、本当にただね、試合のことで言うとこれ全く見当つかないですね、どんな試合なのか。いや、年齢差から言いますと、これ倍以上ですから、これは父親と息子の対決ですからね、完全にこれは、うん、はい。いやしかしね、これちょっとどんな試合なんですかね、本当に。まあ、僕はいつも通りじっくりとね、僕はいつも通りやりますけど、はい、斉藤さんはいつものおふざけをちょっとね、ゴングが、運命のゴング、まあ、もう最初にロープ飛ぶね、ドリーの姿、もう一挙手一投足目が離せません。さあ組んだ山崎佐々木もこれを見てね、今日はファンクス T シャツ着たままですね、試合のね。さあ腕を取っていく、はい、これ吸収しておかなきゃいけないですよ、今日こんなチャンス見たことないですから。ドリーファンクはまだレスリングで教えてますんでね、まさにこれ教科書。組んでからこうバックを取ってスクールボーイ、教科書ですよ、これ教科書。いやー、これも一つ一つが山崎にとってはね、財産。もう変な話だけど試合してて、1秒1秒が財産ですね、これ。普通はこういうことありえないけど、こういう感じ。さあ、テキサス。うわ、山崎も出たよ、2人続けて。ねえ、テリーが、おお、往年のリングイン。さあ。組んで、お、早くも、早くも左ナックル出るかと思いましたけれどもね、かっこいいですね、本当に。さあ、しかしどうでしょう、ここまではね、ファンクスも長旅の疲れもあろうにという感じなんですが、全くそんな予感は、そんなね、雰囲気は感じさせませんよ。体調はベストの状態で来ています。さあ、佐々木山崎も変わらないから来てますからね。スープラトン、あ、お、山崎もいや成長しましたね。ファンクスをフェイントでいなしましたよ。あ、今度、おっと、こっちだ、こちらだか、スピニングドンホールド、おー、あー、これは佐々木ね、さらに佐々木、大きくはもう一回いって、そんな感じでしたね。いやー、感動的瞬間、唐突に訪れましたね、スピニングトーホールド。僕もって感じでしたよ。僕もおねだりする。いや、でも気持ち上がりますよね。思わずね、また杉作さんも次リングに行きそうになりましたもんね、なんかね。先月の H のことありますから、あんまりないですけど、ね、ないですか、そうですか。ただやっぱりね、これは幸せですよ。これ変な試合ですけど、そういう意味ではやられて嬉しいっていうのも幸せ噛み締めてますもんね。だっておそらく山崎佐々木にしたら、まさかファンクスのスピニングトーホールドを受けることができるなんていうのは、これ夢にも思ってなかったでしょう。まあ夢かもしれないですね、これ。そろそろ佐々木山崎は夢から覚めた方がいい。今テリーがね、ロープ出して佐々木をね、なるですよ、佐々木が手伸ばそうとしたロープ。あ、やっぱそういうね、そういうところは勉強しとかないと。これね、本当に、おー、エルボースター幸せそうな、あと痛そうな幸せ、あー、エルボースマッシュ、あ、もう目が泳いでるけどすごい幸せ。あ、こんな顔でやられる選手見たことあります、斉藤さん。いや、驚きます。さあ、また佐々木、僕もって感じですか、これ。
僕には何してくれるんですか。そんな感じですよね。おねだり坊主ですよ。今日ばかりはこれはしょうがないよ。しょうがないですか。これも実況のしようがないですけどね。我々も実況解説のしようがないけども、しょうがないよ。それぐらいの離れ際、離れ際、それぐらいの息を潜めて見てしまいますね。さあしかしドリーもね、これ60超えているんですけれども、本当にの佇まいが何て言うんでしょうか、存在感というのは全く衰えてないんですよね。さあ若さにまかけて、おお、なんと天下のグレート、佐々木のいい球だよ。あんなことしちゃダメですよ。そういうこと言うのも変だけど本当ね、あのこの会場に詰め寄せたファンクスファンを敵に回すような、さあ今佐々木のねプレスを受けたドリー、はい、どんな気持ちなんでしょうか。そういうもんね、やっぱ全然答えてないですもんね。こう聞いたふりしてヒュッとエスケープして息を整えて、すごいですよね、やられたふりしてエスケープしてるから、そういう部分を学んでほしいですよね。この2人にももう追ってこないんじゃないですか。挑戦的なファイトしかしてないですからね、やっぱり山崎佐々木っていうのは。だからね、今この2人に一番大事なものをこの2人に教えてくれる、まさにレスリング伝承なんです ね。逆に言うとね、新井翔一大社長がね、この2人の若者にかけてる期待でしょうね。新井さんからのプレゼントですか、これは。いや、そう、そういうことですよ。うわ、見て山崎の顔、本当にお前何をされてても、あなた方はこれから先の FM 今日は10周年だけど、次の20周年の時にあなたたちがね、メインイベントに立ってんだよっていうね、はい、涙ぐんできてしまいました。そういう感動的な大会なんですよ今日は。さあサイドヘッド、もうねサイドにヘッドロックを決めるだけで、うわー、もう先生って呼びたくなってしまいますけれども、さあ腕を取り返しますか。これはセオリー通り腕を取り返していくか。さあロープに振っていく、おー、エルボー、ボディースラブリング中央、おタッチワークが早いですね、ファンクスね。おっ、フットワーク、山崎しっかりしろよ。また山崎おいしいよこれ。おお、どんどん左に向かう、僕もちょうだい、僕にもちょうだい、左フック、いやー、幸せな、あー、ドロップね、あー、危ない危ない危ない、ね、全く衰え知りませんよ、はい、ね、これはもうファイナドライバーも、ファイナドライバーも、もう往年のね、本当にその力強さを全く残しているという。テリーがロープに乗る、おー、ショルダータックル、おっ、あー、まあ、皆さん、本当、思い出してください、いや、本当ね、プロレスなんですよ、あっ、出た出た、シャドウ、もうね、シャドウボクシングですよ、それでもロープ、宙吊りになったりしたら、あ、もう、宙吊りじゃないけど、石でね、佐々木、いいのか、おっ、いいの、ドリーが。さあ場外でテリーが今、山崎、テリーと佐々木が今、これだから場外で争っているところ、おっと、ドリーも山崎のところにやってきた。今ちょうど放送席の目の前、エプロンへ打ちつけていく。ドリーは調子良さそうですね。良さすぎですよね。動きがいいですよ。テリーがいいのは分かりますけどね、まだね、はい、
ドリー絶好調じゃないですか、だからあの僕がプラスで言った通りですね、はい、ますます強くなった強くなったんですよ。さあ今ややタイミングが触れましたが、それでもね今日はねやっぱりすごい大会ですよ。10周年記念でね、まあ、あのプロレス界にその名を残すね、はい、あの指導者のねこの2人が来てくれてるわけでしょ、はい、ほんでショーン・マイケルズも来て、はい、そしてウィギリエスも来て、本当この10周年記念が一つの終わりではなくて、いわゆる70年代、80年代、90年代、うん、全てを代表するスーパースターがね、70、80、90ですよ。いやー、ミレニアム、新しいミレニアムを迎えるにふさわしいこの大会ですね、まあ、70、80、90ってかあの1900年代をリードしたね、リードした人たちがもうね、それぞれの時代を築いた人々が、だからこれね、本当10周年記念でおめでとうっていうよりも、はい、これから先頑張れよっていう大会ですね、これはね、青年ね、はい、20周年、30周年に向けて、これは意味のある大会だな。しかしセリーが爆弾の今ね、膝に攻撃を受けてちょっと苦しい表情です。ああ、なんと申せばいいんですかね、これですよ、もう見ましょうね、もうちょっと見たかったです、もう1回ぐらいね、佐々木の水を差すような。しかし監督、でもこれ佐々木山崎万が一の勝とうもんならね、どうですかこれ試合に勝ったら。いや、それはそれでいいんじゃないですか、ハンクスから勝利もぎ取れば、まあどっちみちこれ勝って負けても今日のことは一生忘れないと思うんですけど、まあそうですよね、記録に残りますよ、僕はレスラーじゃないんで戦う人の気持ちは分からないんですけど、はい、僕は負けた方が後味が良くて一生忘れないような気がするんですけどね、勝ったら後味悪くないですかね。なんでですか、それは僕レスラーじゃないからちょっとね気持ちわからないですけどね、やっぱりそこは勝って記録に残したいってのもあるんじゃないですか、まあ、勝ち負けあんま考えてないでしょうね、まあ、それはそうですよ、はい、もう本当に、まあ、結果ですよ、それは この場にいて今肌を合わせてることが全て財産ですからね、うん、それはもう一生懸命恥ずかしくない試合することしかないですよこの2人は、うん、あ、職を誤るテリー、いや本当にテリー一つ一つの動きが、はい、だってこれはねリングここだけじゃないですから、はい、今日、うん、途中あまりにも変なことしたら、うん、終わってから裏で待ってますよ二人が、うん、君さっきの何レスリングってそうじゃないでしょ、何やさっきの何、本当この二人はこれはね一生懸命やるしかないんですよ、はい、おさあテリーが今下から殴って、やっぱり一番嫌がるのはその先ほど言ったけど、はい、あの負けた方がいい、ちょっと僕やっぱりレスラーじゃないんでわからないですけどね、はい、ちょっと力抜いたなんて瞬間もしもあったら後でこれは怒られるでしょう、ね、なるほどね、はい、お、なんでしょう、お鉄柵にわーっと打ちつける、わーやテリーがちょっと捕まりかけていますが、お、助けに行こうというドリーを捉えて、ドリーはキレがあるな今日は、すごい、ああちょっとちょっと、デリーが錯乱しています、いやーこれもね、本当テリー、ドリーやっぱりいいですね、いいですよね、あの1人でもいいけどやっぱ2人は最高ですね、2人になると全然違いますね、まあ、全然なんて言うとあれだけど、やっぱ本当違いますよ、僕らなんか見てたテリドリ全盛期ってのは、はい、いわゆるそのやんちゃな弟とね、それを、はい、後ろで見守る兄というですね、はい、典型的な兄弟 の、ね、何かこうステレオタイプだったんですね、この本当お兄さんの我慢っていうかね、はい、もう感動して何遍泣いたことかも、何かアメリカ人なのにこの日本のね、こんな顔知られていた家族愛みたいなものを感じるというこのファンクスなんですけど、ファンクスから僕はそういうものを学んだような気がしますね、はい、あのファンクスっていうのはだからそういう意味で日本と外国とかいう壁を一番先に取っ払った選手でしょ、はい、そうですね、それまではほら外人というと悪役、まあ、悪者レスラーっていうのありましたけど、ファンクスは初めてですからね、そういう意味で、そうですよね、だってこれ見てくださいよ、踊だ、こう見てくださいよ斉藤さん、はい、佐々木や山崎の悪役の顔ですよ、悪者の顔ですよ、どう見て見てくださいこの山崎の顔、イカ星人みたいじゃないですか、これはイカ星人ですよ、これはこのイカ星人の顔じゃないですか、佐々木はヒマラヤの魔王みたいな、見て
てください、これ空飛ぶイカ大魔王いいじゃないですか、今のフライイカフライって感じでショルダーに決まりましたと、おっとカウンク、まあ、本当ね、あの前半逆転するぐらいこのファンクしてくれると、ね、素晴らしいですよ。あのお客さんがね、最初は、はい、最初は山崎さんが応援してたけど、しなくなってきてるもん、もう。いやー、テリーがちょっと捕まっている。この年になってもテリー・ドリーっていう関係、こうテリーがね、こう錯乱しながらもじっと耐えて耐えて、こうビッグカムバックを気をかかっている。それをじっと見守る兄という構図。ドリーの見守り方ね。お、あれ。まさか、うわー、ビッグクレイドルだ、嬉しい、山崎嬉しい、もう何か、恍惚の表情を浮かべてました、今だね、山崎は。山崎、今日、ファイトまでいらない。いや、いいでしょう。山崎、今日、みんなに金払って帰る。あー、そしてエルボースマッシュが待っている。もう一発、ポッと叩いてエルボースマッシュ。もう一発、うわ、三発。あやっぱり、俺も佐々木もね、やっぱり食らいたいよね、これは、耐えたいね、うわー、3発目でノックダウン、すごい試合ですね、さあ、ね、おお、これ、英気ほどなんですね、これ、入れ替わってのエルボーね、おお、ホールド、ホールド、スピニングとホールド、あー、そして、何か、ね、不安心をくすぐるねシーンを全部見せてくれましたよね。あら、息子さん、ドリーの息子さんですね、はい、いや見事、2番目だね、めちゃくちゃかっこいいですね。さあ、このザ・ファンクスから受け継いだものは何だったんでしょうか。須崎山田人間にね、輪廻転生というものがもしもあるとするならば、はい、何かを俺はあのホリコスの名前に取り出してしまうという何の何の言葉で強く残りますよ、これは。いやー、8年9ヶ月ぶりのこのザ・ファンクス復活、いやー、すごい、いかがだったでしょうか。いやー、もうこの目も、この絵ももうすぐ見納めと思うと残念ですけれどもね、まあ、終わってしまうのか、この試合。今、花道を引き上げていくザ・ファンクス、もうちょっと長く見ていたかった。あー、幕が開いた、非常の幕が行かないでファンクスって感じですね。しかし、こうして1900年代が終わっていこうという、はい、2000年でもまだファンクス健在ですよ、きっと。いや、僕もそう思いますね。また見てみたいですね。ちょっとしたらこれが最後になったかもしれない、はい、その後の7つ WW のハードコア選手権のルールについてご説明いたします。リング内だけでなく、会場内、会場外のどの場所でも決着をつけられることができる、エリウェア方式を採用。勝敗はフォール、ギブアップのみの完全決着ルール。また場内、場外に置いてありますものを自由に使って相手を攻撃することが認められているルールとなっております。すごい選手ですよ、斉藤さん。まあ、ハードコアですよね、うん、エクストリームですよね。あの田中将人とタッグの ECW チャンピオン、はい、チャンピオンになりました。浮いた、はい、浮いた、いや、浮いた、いや、浮いた、浮いた、浮いた、よし、魔法にぶっ殺したな。さあ、金太郎入場です。また
からパフォーマンスで登場は金村幸宏。そして今日はなんと悪役紹介の皆様も引き連れてのブリーフダンスだ。そして画面ではまだスクワットやってますけれどもね。いやいやいや素晴らしい。いやそれにしても悪役紹介の皆様と一緒に、あ、タンコも来ました。いいね。もうこの顔をね見たことない人はいないでしょうというぐらいね。いやー楽しみなこの悪役紹介の皆様と一緒のこのハードコアな試合ね。金村幸宏と、タンコも来ました。確かにね。あー田中さんだ。いやいや怖い怖いわ。やっぱり悪役紹介なんか説明しなくても共通点ありそうなところが怖い、これちょっとあの感謝の国から、あ、ブリーフダンス一緒にやりますか、いい絵だな、いい絵だな、いいもん見た、いいもん見た。なんかビールでも飲みたいんじゃないか、もう、僕のマネージャーの若菜すなちゃんです。どうもどうもどうもすいません。よし、夜の街でいつもお世話になってる、よし、いつも気持ちなんです。いやー気持ち、いやいやいや、よく田中ちゃん、ああすごいね、今日は頑張るの銀太郎。よし、男の男と約束じゃ、絶対に勝てよ。よし、金太郎、今日は激しい試合になりそうだな、期待しておるぜ。バカ野郎、ああ、何か言い残したことはねえのかい。ありません。バカ野郎、いいところのこと言うたり、俺たちが来てみる。ええか、長いアメリカに帰るなら今のうちだぞ。話に聞けばお前はかなりの実力者だそうだが、おめえなんかな、俺だけで十分だ、バカ野郎、悪役紹介の炭鉱際場を舐めるんじゃねえぞ、この野郎。兄さん、長い長い、長すぎる。何、長すぎる。これだけは言わせてくれ、いいか、マコリお前はもう負けてるぜ。の中でもね、最も危険な男と言われています。ホームオールズマホーリー、いや来ました来ました、ホールズマホーリー。木橋さん、そりゃそうでしょう、さすがの悪役紹介の方々もね、持って入場であります。ボールズマホーリー、マホーリー見て見て、すっごい感動。 WEW のハードコア選手権試合、今年プリポッションボールを行います。大きなチャレンジャー370パンド、ボールズマホーリー。最初から絞ってんだわこれ、すっごい体の感がわなわな言っています。危ない男はこの金村金太郎でしょう。悪役紹介の人でついてるって言ってもね、魔法にはね、あの体が大きいだけじゃなくて、本当危険なこと平気ですからね。そうそう、あのおまけに、ね、思い切りの良さが普通じゃないんだから。瞬間のスピードものすごく速いんですよね、この人。手加減ないよこの人、まさに命知らずですから。あのね、今日の試合は、あの今日の試合はね、もう全てあの会場にあるもの全部があの武器になるんですよ。ほんでね、怖い怖い、あのね、金村もね、手加減のない男ですよ、手加減のないものと手加減のないものがぶつかったらどうなるか。こうなるんですよ。怖い怖い、うわー、おー危ない危ない。
や本当これ死にますよ。手掛けないよ。すごい。エクストリームな瞬間がね、もう何か近づいてる予感がするんですけどね、ちょっとなんかヒヤッとするんですけどもね。うわーすごい、ボールズ魔法すごいでしょ、すごいよ、すごい実力者ですね、やっぱりね、すごい、あの早いですよ、僕はダンケンしてきますけど、これもすごいですよ、3年以内にね、それ以上知らない人でも知ってる人ぐらいのビッグネームになる、なるほど、うわー腕もあります、この男が危ない、すごいすごいよ、さあちょっと金村がおーっとなすべないか、おーさあ場外です、ある意味ではリオの内容もこの場外の方がこれこの試合ではリングライと言えないことはない、主戦場と言えないことはない、ね、さあどうやらおステージの方に、しかしやめて倒れてますよ、金村倒れてる、さあまた何か今武器を物色しに、そんな雰囲気ですが、魔法に今悪役紹介のキマジさん危ない、キマジさんがね今フォローしているんで、あの声をかけて応援する、そんなところにいたら危ないよ本当に、あすぐ逃げた、もうねあの5メートル以外に近づかない方がいいですからね、さあうまく、おっとうまく椅子を奪った、さあ流して、おお、まあでもね、魔法に入れてきたらね、これ行っちゃう行っちゃう、あのゲートの方に行っちゃいますよ、顔の怖さっていうのはバンコク共通ですからね、あの木町さんの顔があるのはかなり効いてますよ、なるほど、あ怖いやつが、ね、セコンドについてるなっていうのもさすがに、ちょっと片隅に今さすがに魔法にもあの悪役紹介、ひょっとしたら知らないですからね、いくら悪役紹介日本でも100年でも、そしたら何の人か分かんないですから、あーちょっと待ってちょっと待って、あれ照明器具が、あれ照明器具が、はい、行こう、あら黒煙が立ち上りました今、照明、あーちょっと暗くなっちゃいました、あー危ない、あーちょっと今ステージ上でのね攻防で、照明が、あーちょっとバックステージ、バックステージ行っちゃった、これねこちらでは映像しか頼りがありませんよ、さあこれが今バックステージ側のカメラがね今その2人を捉えましたが、あー何何そうかあーテレビ、裏のテレビ、モニターですよ、これ、あーやーハンマー持ってる、ハンマー持ってる、あぶらぶら、あらあー避けたんですか今金村はね、あれを食らっていたら金村は笑ったんでしょ、さあコンクリに打ち付ける、今ね、あ、車、何、何、うわぁ、誰の車ですか、これ誰の車だよ、これこんなとこに止めておいちゃダメですよ、誰の車だよ、やばい、これ今、車の持ち主の人、ピックしてる、これこれ、ナンバー確認した、クラウン、クラウン、横浜ナンバー、ナンバーのクラウン、あぁ、魔法になんてことすんの、これ車今日帰りたいよこの人あ、何あ、壊しになっこれ試合じゃない、車壊してるだけだ、これ車を戦ってどうするんですかね、あそしてあ、何してるの、いやいや、あのね、金村のことだからなんか考えがあってやってんじゃないですか、これ何、あ、そっかそっか、フロントガラスを割ってあれなんですから、もうでっかくて入んないですよ、でっかくて入んない、閉めちゃった、え、なになに、危ない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 ですよ、ガラス、あ危ない、
金村はね、こういうあの知恵がすごい、ね、今何してんだろうと思ったもんね。あの何かね、物を凶器にするっていう知恵はすごいもんだ。何を急に車と戦ってんだろうと思ったら、こういう、ね、技があったんですよね。うわあああああガラスコラボだ。危ないですね、いろんなとこ切れてるから、だが、あの車の持ち主もこれ大変です、ね、この車はおしまいですこれはね、もうダメでしょ、ちょっと車の、何にも車の上で、うわぁ、いやぁ、ホールホール、ホールですよ、おっと、もうカウント2点9だ、戦わなきゃいけないんです。カウント2点9だ。あのね、魔法に確かにすごいんですよ。ただね、これもうどうするんですか。さあ、ね、この結局ほら、これ車餌食だよ。全てが凶器になるわけでしょ。いいもんがあったっていう感じ。車が凶器になるとは思いませんでしたけどもね。あ、何やめてよ。これはやめろ。ちょっとこれは危ない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 。うわ危ない。うわ。この完全にこの車は終わりました。敗者です、敗者。ここでもウォールだ、ここでもウォール、いやここでもウォールだ、まさにエニウェア、まさにエニウェア。どこが肩、どこに肩がついててもスリーカウントいくんですね、これ。そうでしょ、これ、あ、また何か拾いに来たよ。なんですか、これは。ゴミ箱、ゴミ箱の方の私たちの世の中にはこういろんな、テーブルを取りに来た。私たちの生活にはいろんなこういう狂気にありうるものが転がってるんですね。怖い環境で生活、ね、いつ何時ね、こういう環境になるかもしれないっていう狂気がこんなに日常生活にゴロゴロしてるんですからね。だってこの間あの JCTV のカメラだって狂気になりそうになったじゃないですか。もうね、あれは1000万ですから。あ、ちょっと待ってください、何してんですか、不気味に。あ、机を今2つ並べています。あ、一発ね、ちょっと金村グロッキーですかね。この辺にまた尋常じゃないですよ、魔法人の、ね、力がねすごいですからね、はい、ものすごい衝撃ですよ、叩きつけられたら。さあ、逆に、うわ、魔法にいろんなとこ削った気がして、この魔法、あー、うわー、もうな、危ない。何をするんだ、今度は金村なんとか入る、逆に金村、自分でセットしたね、自分でセットした机に、今度は金村が、おお、カウント2、カウント2。はい、ドライブ。これおそらくほとんど日米ハードコア王の対決ですよ。てかほとんどここで試合が行われてるってことなんですかね、これ。いや、戻ってきますね。戻ってきますか。あ、金村が戻ってきますね。戻ってきますか。はい、オッケー。ほとんど倉庫の中で、あ、何何。今度、あ、もう汚い、ゴミ箱、ゴミ箱。汚い。あ、うわ。汚いですね。あれがまだあの弁当のカスが入ってますよ。ちょっと音が聞こえてきましたんでね、近づいてきてますね、ステージに。あ、ステージのこれは上り口ですね。あ、上り口だ、上り口だ。お、やっとやっと帰ってきてくれました。さあ、今度はちょうどステージの入り口のあたりで、あ、また金村が、また金村が机を魔法に、お、どうやらやっと戻ってきた。ちゃんと机持ってきてるんですね。さあ、今戻ってきた、やっと戻ってきました、やっと戻ってきました。なんかマラソンランナーがあのトラックに入ってきたような、そんな雰囲気ですね。雰囲気だいぶ違いますけど、テーピングですか、テーピングですかね。あ、何か何か出しましたね。あ、フォーク、フォーク、フォーク、あー、フォーク攻撃、おー、キバズさんが危ない、危ない、やめた方がいいよ。おー、あー、キバズだ、おー、バックドロップ、これはチャンス、
ちょっとね、あの引きますよね。別の人が殴ってくれたら、多分魔法には効かないと思うよ。あの確かに木町さんの顔はすごいんですよ。怖いけどね、レスラーじゃないですからね。さあ今度は、危ないな。ちょっとまた危ないですよ。あの照明のねラダーが組まれてるんでね、ちょっと心配ですが、おーっと間髪、あんまりステージで暴れてほしくないんですけどね。あーあれ照明のラダーが怖いな。あとリングじゃないから、危ない危ない、リングじゃないから怖いんだよね。あのねちょっと危ない、岩田やっちゃった。さあおっと、おっと、スリーパーですか。テーブル持っていいだよ。スリーパーで今、うわスリーパーで今、ちょっとグロッキーは魔法に、あの今ちょうどね本当人だかりになってるんで、ステージの上がね、モニターでしか見えない感じが、はい、ただねこれね、うん、あの木町さん危ないよ。危ないですよ。さあどうセットして、あのカメラマンの人たちもちょっとあんまり近く行くと俺危ないと思うけどね。あんまり近くに行くとね、だからねあのハードコアマッチなんだからカメラの方もこういう時は望遠かなんかで撮るべきだよね。近づくとね怖い怖い、危ない危ない。あ、今、ちょっと待って、鎖を今鎖で固定してる、固定してる。うわぁ、なんか魔法人が怖いね、なんか、帰って。ちょっと流血をして、さらにですね、この鬼のような行さん、岩地さんがフォローに入る。おぉ、悪役紹介に囲まれると怖い、これはまた怖いですね。よカメムラ、あ、カメムラが上に上がってる、上に上がってる。あら、え、どこ、あー、FMW だ。高い、嘘でしょ、マジで、うわー、なんてこと、これは決まったか。新日本パティオの勝者、金村金太郎。まさにエクストリーム。あれ3メーターは優にあるんですよね。命知らずの金村ダイブ、最後はギロチンですか。本当か嘘か分かりませんけどね、あの夏に中島で高い方から田中が落としましたけど、はい、あの後日金村に聞いたらですね、本人は自分は高所恐怖症だって言うんですよ。そうらしいんですよ。 あれ本当なんですか。本当らしいんですよ。よくそれでできますねこれ。いややっぱりこのこういうね、こういう舞台になるとやっぱり人間ってのは潜在能力が阻止になりますね。そういった恐怖心がやっぱ強くなられるんですかね。いややっぱハードコア選手権ってのはこれは挑戦者いるのかな今後。いやもういないですよ。これ怖すぎますよ。さあ戻りますか。さあ手拍子。さあ金村絶好調の踊りを高らかに宣言した。さあ契約紹介もみんなご機嫌であります。その背後では魔法に完全にグロッキーだ。さあダンスをみんなで一緒に踊りましょうという感じですね。高らかに勝利のダンス。いやーでも本当にこれから挑戦者いるんですか。ハードコア選手も決まりさんかな。それはないでしょうけど、ただね、あの魔法に、あ、今マイク取りましたよ。ウイングを捨てて2年ぐらい経ちます。日本初のビジュアルファイターとして最初はやっぱりブーイング食らったりもしましたけども、冬木さんやアジアのおかげで自分のスタイルビジュアルファイターとしてやっていきそうな気がします。それで今日応援に来てくれた揚げ役紹介の皆さんありがとうございました。あなたたちはやっぱり悪党でしたね。ありがとう。いやいやいいね。あの金村テイナーですね。でも金村は、ね、金村の恐ろしいところはね、本当にビジュアルファイターだと思ってますからね。本気なんだこれ。本気ですからね。あれだけの、いやでもね、あれだけの凄まじい人の後に
こういったバイクパフォーマンスができるってすごいですね。本当に。本当カメムラはね、恐ろしい男ですよ。高所恐怖症なのにええことをするし。いやー。ビジュアルファイターっていうのもね、本当変な意味で言ってんじゃないんですよ。はい。ルナシーとかと一緒のレベルで言ってますから、ね。ビジュアル系ですから。いやー、第5試合、まさにエクストリームでした。いやー、その辺がモテる秘訣なのかな、金村の。これもう息もつかせなくて、斉藤さん、僕はもう今日疲れてきたんですけど。こもしもし、おお、俺、ヒロシ。ヒロちゃん、そうそうそう、センターでパッキン中。最近、親父がさ、うざくて、男らしくなれとか言って、うっせんだよ。なんかメリットあんのか。意味ねえよな。男、男ってさ、そういうやつに限ってや。願望でや、出せんだ。ダサくて悪かったな。男らしいのが最高だろ。男の中の男、大谷と黒田。当たります。いいね。歌い上げるはなにわのど根性、谷本智美が歌いますって、そんな感じですもんね。なんと、もうワンコーラス、すごいすごい。暮らしの苦労絶好調です、絶好調です。乗ってますね、やっぱり男。影で捧げる
男やないの決まってや背中を叩いてさせておつこれで寄り添うよこはるのほまさばきいいよともみっちゃん見事ともみっちゃんいや素晴らしいですね。またこの横浜の地は演歌が似合う ねやっぱりね、ま、大会場で聞くとまた違いますね。また一つね、うん、一味も二味も違った。いやー何かこうわびさびの世界で、ね、お今日は一段とまた男らしいですね。ありがとうございます。その言葉は試合に勝ってから聞きたいですね。はい、はい、頑張ってください。お願いします。はい、まあ、これアンコールだってあさ勝ったらもう一回聞けるよ ねあ出たよ、ブラッシング入場。出ました。これは過激な男が出てきますね。またしてもエクストリームですから。This is Hardcore Tommy Dreamer New Joe with Blanchie。 またしても大胆的なこの腹筋と胸ですね。これフランシーはすごい。次大胆、去年のマッチね、日本見た時よりも一段とすごくなりました。一段とエクストリームになってますよ。しかも去年から ECW をご覧になってない方はちょっと不思議な感じしますよね。ああそうですね、僕らはそうだからわからない。トミードリーマーはこのフランシーがまだのシェーン・ダグラスのマネージャーでしたから。そうですね、戦う方だったんですね。しかも衝撃的なシーンをトミードリーマーが、ああもう僕は一生忘れられません、あの光景は。フランシーの股間にね手を突っ込んで生の先の生つかみをしてしまったという。いや生きててよかった今日はすごい雰囲気になってますよ。演歌の次になぜこんなメロコアパンクでこんなエクストリームが出てくるんですかね。もうね、だから日本的なわけわかんないでしょ。もう楽さが世界パンコパンクこれ、まさか戦いのワンダーランドとはこのことですね。うわー、レイベンかっこいい。残りのルールの試合は ECW 側の要望により、この試合はタッチによる交代のないトルネード方式に変更いたします。その他は FMW ルールにのっとって行われます。世界エンターテインメントレスリングタッグ選手権試合60分一本勝負を行います。赤コーナーチャレンジャーチーム ECW 240パウンドトミードリーマー、228パウンドレイベン。赤コーナーチャンピオンチーム235パウンド
黒田最高哲也中村さんはつきましたね。中村さんに金でも渡したのかな。男の中の男大谷さんたちゃチャンピオンチームチャンピオンのベルトの一時変化です。さあ果たしてどんな試合、ちょっとあの一見水と油のようなね、そんな雰囲気なんですけれども、やってるのは確かにすごいけどね、はい、レイベントドリーマーはムードあるね。かっこいい、かっこいいよ、男が惚れますよこれ。鳥肌立っちゃうもん、たたずまい見ただけで鳥肌立っちゃいますもんね。ちょっとね斉藤さん、ね、この人たち怖いね。危ない危ない、うわいきなり放送席、あの放送席マジで今日ちょっと危ないですね、一番やばいですね。続けられませんね。毎回スクッとったらね、これはもう今日はどんなことだったの。ちょっと待った、すごいこと言っちゃいましたけども、さあ奥深くまで、ああ何今トミードリーマーが柵を外して、ああレイベンもね、ああこのテスタッフ結構重いんですけどね。ずいぶん上まで行きますけどもね、ああもうこれはカメラも追い切れないね、これ追い切れないですね。あフランシーンコール送ってますね。フランシーンかわいい、もう気になりますね、あの腰はんもう犯罪でしょ。フランシーンフランシーンフランシーン、あしっさすがさすがさすが、剣もほろろと見事ですね。シッって言われました、シッって大体去年ショーセンタグラスとして見たときに俺はやり上げないってことやり上げられてますね。あ今度はあの時はセンタグラスとダトリーボーイズにやられたんです。カメラマン大忙しですよ。予選ですから、これルールに書かれてなくてもエニウェアですからね、僕たちの場合は。さあレイベンといくだ、これ黒田と大谷さすがに場外は分が悪いです。このまま場外続いちゃうとねちょっと辛いですよね。このタッグとしては、まあ、危険な地域に突入しているわけでありますが大丈夫か。ああそしておこのまま、ああ坂道を坂道を、お黒田逆に返すか、黒田なんとか、お黒田逆に、ああうわすごい飛び乗り、おっとこれ、ああ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 地獄、地獄車、地獄車だ、危ない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 、地獄車ですよ。ああどっちが、いや分かりません、もう2人もろとも、さあそして花道を何か存分に使って、あ何かまたドリーマーがどっかから鉄柵を持ってきましたよ。シュッパー、ああうわっ黒田が、あ黒田は入場ゲート奥まで行って、あそこから助走ですかね。ああすごいすごい、100名、あ何、あラダー持ってきた、ラダーを担いで、うわっ黒田が走ってきた、50メーターぐらい助走をつけてラダーで体当たりだ。さっきの試合とこれ全く一緒ってことですね。ちょっとかかむとお尻半分出ちゃうんです、出ちゃうんですよ。なんであんな短いのつけてるのに入ってるんですか。たまにたまにそう下げる、気にしてるんですよね。気にするぐらいなんですね。さあそのフランシーンは心配そうにこのドリーマーの表情を見つめているわけでありますが、これは田中さんね、レイベンというのはやっぱり雰囲気のある選手ですね。まれに見ぬこの
あれですね、エクスタシーを感じますね、彼は。あの WCW から ECW に、そうなんです、戻ってきましたね、戻ってきたばっかりなんですよね。メジャーを経験して なおさらこうなんとかセクシーになりましたが、うわードリーマーマ、これはきついぞ。黒田もなかなかエクストリームになってきましたね、釣られてね、はい。レイベンドリーマーってのにもし黒田大也勝てば、ね、すごいことですよ、これは。ECW 制圧と言ってもいいでしょう、だって。あの ECW の中でも、はい、もう ECW の枠にとらわれない、まあ、なんていうんですか、もうアメリカプロレスの頂点と言ってもいいですからね、はい、この2人だと。しかもあのいわゆる激しい方の、ね、あ、そうそう、激しい方の、うん、これね、男を上げるにはでも持ってこいのまた試合でしょ。男を上げるには持ってこい、ね、さあニュートラルコーナー方法に分かれて、お、河津落とし水、これ自分の方が痛いでしょう。フランシンが顔しかめてました。自分の、あなたやめなさいよ、オーマイゴッド状態、あなた何してんのと、自分も痛いでしょというね、フランシンでしたけれども。さあ今のはしかしダメージはむしろ飛び取りのドリマのは大きかったかもしれませんが、さあレイベンが今度は、で、あっと、大谷はね、ハゲだからね、ツルツルだから痛いよ。クッションがないからね、あの傷になったりするしますからね。さあしかしレイベンもちょっと腰を痛めているぞ。ウズラ豆みたいな頭になってますからね。さあちょっと試合の展開が分からなくなってきました。だいぶちょっと今劣勢になってますよ。そうですね。さあやっぱりこういう展開ですとちょっと男タックなかなかどうでしょうか。糸口、反撃の糸口掴みづらいですね。僕はね、あの男固めが見たいですね。男固めとか悪いやっぱりジャパニーズスタイルとかその、うん、日本のストロングスタイルをね、ただねこれね見せてほしいですよね。このトルネードスタイルでね試合しますとね、男固めは確かにやりにくいですよ。あ、だからひょっとしたら男固め封じかもしれない。このルールでね、うん、研究されてるんですかね。研究されてるのかね。それもちろん来る前に映像は手に入ってるんでしょうね。手に入ってるどころかもう、まあ、ドリマの場合はもうね、うん、あの何度も日本来てますし、うん、さあそしておおこれ振り返す。さあはしごをうまく使って、行ってるぞ俺。さて今度は赤コーナートップの攻防はしかし、おおレイベンがブレーンバスターか、セカンドロープからのブレーンバスターか、おこれはてっちゃん勝ったか。てっちゃん勝った。世界を削ってるよレイベン。世界を駆け巡るてっちゃん勝ったね。さあ、これはあっさりかわされた。おお得意技ね。これがあると DDT あっという間に決まりますよ。スピードありますね。お、大谷さんが椅子使ってた。あれですあのレザーがよくやるやつですか。あ、逆にあやっぱ大谷さん慣れないことしない方がいい。慣れないことはしない方がいい。大谷さんピンチだよこれ。ちょっと大谷ワールドがねこう完全に影をしてみちゃいましたね、この展開は。あのね、やっぱりね、男の中の男としてはね、はい、やっぱりね、男の中の男って外国のものに弱い部分がありますからね。洋画見ないとか洋画聞かないとか、これそこ持ってきて金髪の美女がそこの目の前にほら、あんなお尻丸出しでリッキーさんのケツならともかく。なるほど。うわー、これね、大谷さんはね、やばいよ。今日はちょっと戦える状態。あー、よし、魂のよし、円髄、まさに今しなるような円髄切りが一戦。レイベンの後頭部を捉えて、やっぱ大谷これでしょう。まんじゅういきますか。まんじゅうほら、まんじゅういった。まんじゅう、あー、あー、あー、すごい。お尻丸出しで、あ、男、大谷いけ、大谷さん、おい、説教、おー、おー、あー、いいよ。もうちょっとだった。あー、逆にこれ大谷さんか。ですけどね、ただちょっと見てみたかったね。フランシンナーでも股には挟みましたよ、ね、さすが男の中。いや、大谷さんに、ね、福島の考えなんですよね、杉作さんみたいな。
そんなことで完結してどうするんですか。あれ、そうだ、技をやるための過程じゃない。僕は斉藤さんの気持ちを代弁した。何を言ってる。あこれドリーマーよく自爆するパターンね。大谷さんが今フランシーが逃げちゃった。普通に。ああ、大谷さん簡単になって。バサラから茹でたら茹でた。茹でたこみたいな。あれやもう。行かれる男の中の男。何回の大決闘みたいな。あ、そして久保田勝ちます。そう。怖いですから、なめんなよっていう感じですよ。さあ、あ、大谷が、それはいかん。大谷さん、それ、あれ、何ちょっとやめろ。やめて、顔面潰れちゃうよ。柱が今ぐしゃってなりましたよ。折れてるでしょこれ。うわすごい攻撃だ。うわまた何よ。まさにディスイズ。これね片方しか立ってないのに何するんですかね。ディス、うわ大谷さんちょっと動けない。大谷さん動けない状態。危ない。何するんだ。ディスイズハート。強引に斜めのまんま行って。危ない大谷。危ない。もうねこれちょっとドリーマーすもうやりたい放題。ドリーマー自分から今取りに行ってね。さあラリットこれは当たらない。ああ危ない。これはちょっと信じられない。あ、あったきた。今ね、谷本さんのことをね、フランスの人睨んでましたよ。睨んでます、ほら睨んだってダメだよ。まだ睨んでる。あ、谷本さんに何かね、目につきますよ、フランス人。俺がせっかく正義したのに、しかもしなくても。いや谷本さんもやっぱり谷本さんの方がいいよ。思わずね、目を背けるようなシーンもあったんですけどね、今日はね。若き演歌界のホープ、演歌界のアイドルと、片や百戦錬磨のフランシーンね。もう酸いも甘いも知り尽くした毒づく女。もうなんか水と油なんてことじゃないでしょ、このツーショットは。いやー、またこれもエクストリームな瞬間ですね。おっ、谷本です。いやいやって言ってる。こちらは勝ちました。ね、日本女性のね奥ゆかしさを感じますよ。負けたのに何の用があるのでしょうか。いや、意味が分かってない。意味分かってないかな、フランシーね。ありがとう。うわ。今改めて大谷と黒田が、黒田の黒大谷ダブルイダブル韓国選手権初防衛に成功です。勝利の宴ですね。やりました谷本さん。さあ勝利の歓喜の笑顔を歌いましょう。ドリーマーがもがいてる。なんてこのドリーマー。ドリーマーと何やってる。演歌に大ボケしてるんですかねこれね。演歌ってリズム狂ったんじゃないの。狂っちゃってんですよ。だって最も似合わない曲調ですからね、これフランシーンとかドリーマーとかレイマーにはね、理解がで
できないというそんな雰囲気でしたけれども、日本人の心を思い知ったかってそんな感じですか。いや、あんまり言ってるところでしょ、目の前に来たから。あ、危ない危ない、将棋は、あ、怖い、あ、怖い、ちょっと何ドリーマー何すんの、なドリーマーおかしくなって、おかしくなってドリーマー、あー、鉄柱に机叩きつけて、いやー、そうか、分かった。 ECW 君はね、この谷本さんの歌声に完全にあの感覚を麻痺させられてますね。演歌作戦あった、演歌が全く受け付けないんですよ、これ体に。8ビートの国の人にはいけるね、全く受け付けないんですよ、これ。これはプレス崩せるんだ、演歌で。これは新しい、だってこのリズムで戦えないもん、彼らは。あの、だから昔ほら、力道山先生がね、空手チョップ、ね、あとグレート統合の下駄、うん、あの辺が、ね、日本的なものっていうのは狂わせるのかもしれない、かもしれませんね。さあ、いよいよ、この後ですね、後半戦になります。こちらは休憩に入るんですけれども ね、ここまでの冬木と、はい、それから田中のですね、はい、ここまでの流れを VTR まとめてありますので、そちらの方を、ご覧いただきましょう。どうぞ、はい、俺がこれからのヘムタビを全部仕切る、コミッショナー代行の冬木行動だ。レスラーもそうだし、フロントの人間を全部含めて、それを全部この5月のシリーズで整理するから、いろんないらないものは。リストラ選手の第一弾、斉藤さんじゃないですか。危ないですね。名前は田中雅人。お呼びするスタイヤパンダ一対一で決定しようやないか。もう逃げんじゃねえぞ、リストラスタイヤパンダ、お前出てこい、俺もきっちり決定しようやないか。10周年を迎えた FMW は今年に入って新コミッショナー冬木を中心にエンターテイメント路線を爆進していった。そんな中で冬木と田中雅人の構想はリストラをキーワードに新井社長まで巻き込み、ここまで激しさを増してきた。田中は誰かと変わってもらいたいね。黒だ、気に食わないという理由だけでどうしても田中を追放したい冬木は、リストラ宣言以降あらゆる手段を使って田中の追い出しにこだわり続ける。うわ、この試合に関しても3カウントあるいはギブアップを取られると田中のレスラー人生が終わってしまうぞ。危ない危ない、うわ危なかった。しかし不死身のボディを持つ田中は数々の罠をくぐり抜け、冬木の悪巧みに反してその野望をことごとく打ち破っていった。田中選手、なかなか進まない田中のリストラに業を煮やした冬木は強肩を発動。この日自らをレフリーとして強敵ミスターガンノスケとの一騎打ちをマッチメイクする。すぐその場で反則負け、お前はそれで解雇だ。ちょっと待ってください、今のはチョークだということですかね。おお、冬木がなんとなんとも不公平なレフリング。冬木行動に、うわー、これは反則、ちょっと待って、これまさか反則ですか。いやいや、あっと失神だ、失神、ああそしてガンノスケクラッチ、危ない失神だよ、冬木さん失神、あ逆ガンノスケクラッチ、おっとダイヤモンドラスト、すごい、いつまで逃げとんのや、もうそろそろお前出てこんかい。俺と一騎打ちいつやんねん、お前ここみんなが前で、お前言ってみろ、おいどうなんや、みんなの前で逃げれんのか、お前言うてみ、ボケ。やってやる、お前この間ここでよ、俺と一騎打ちの約束したよな。だかな、みんな聞いてたやねんか、お前、おいどういうことやねん、いつやんねん、はっきりみんなの前で約束せんかい。
横浜アリーナでお前とやってやるよ。おお、絶対やろ。ただし今日俺と社長にお前らが勝ったらやってやる。ここまで利害の一致からまさかの共闘を見せていた新井社長とタッグを組んだ冬木。この日素人とチームを結成したにもかかわらず不気味な余裕を見せて試合に挑んだ。なんだこれは。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ああ、ちょっと、田中やめろやめろ、それカオル子ちゃん怪我するじゃないかそれ。ちょっと、ああ、スラちゃんが先だ。スラちゃんが、おお、さあそしてリング上まだストレッチプラムを新井社長が、さあそれから登場して新井社長、新井翔一に一発、わあそしてわあ社長死んだ。どうしたお前一体。どうすんのお前。話が違う。とこれ、ちょっと待ってください。ついに正式に FMW とコミッショナー契約を結んだ冬木はもはや用なしとばかり新井社長に人生最大の屈辱を味合わせた上お払い箱にする。これちょっと、あんたは俺の組んだつもりかもしれないけどよ、はっきり言っとく、俺とあんたは所詮住む世界が違うんだってことをな。今度もし生まれ変わることができたら友達になれるかもしれないな。これはひどいよ。では処刑開始。ちょっと待って、何するんですか処刑って。しょんべん。え、ちょっとちょっとしょんべんかけ。え、おしっこしてる。こんなことを公衆の面前で。あ、このベルトが世界エンターテインメントレスリングシングルチャンピオンのベルトだ。そして俺が初代チャンピオンだ。また間違ってお前が勝つことができたら横浜アリーナでこのベルトに挑戦させてやる。全然公平じゃない。嬉しいだろ。うわー、これはまあこれもだから、試合形式。さらにこの日は田中に対しても最後の手段とばかり理不尽マッチメイクを用意。1対3のハンデキャップマッチでリストラ作戦の完成を狙うのだが、チームを手なずけてる。まあ、あのチームのリスペクト一枚はと言いましてもですね。いや、ちょっと待って、私がバカでした。私には社長の資格ありません。私は社長を辞めます。
ですからあなたもコミッショナーを辞めてください。そうだ、でも荒井さん社長辞めるわけねえから。わあ、差し違える覚悟で来たんですけどね。おい、ふゆけ、このな、社長の権利欲しいんやったらな、俺とな、シェングルで買ったら、これはお前に何もでもくれてやるな。そうなんだ、お前には、お前にもかけてもらうもんあるぞ。それはな、コミッショナーの権利とか、そんなもんじゃねえぞ。お前が俺に負けた権利は、FMW、このリングから、お前を去ってもらう。少し考えさせてくれと言いたいとこだが、やってやるよな、受けてやるよな。絶対だ、お前のこと絶対だな。絶対だな。その代わり試合形式はな、お前が絶対にいられへんようにデスマッチ形式や。今までお前が俺らに対して言ってきた要求、俺らは全部飲んできた。それぐらいの要求はお前には飲んでもらうぞ。絶対に逃げへんからな。おお、覚えとけよお前は。お前、田中選手に頑張ってもらって、あいつが辞めないと言ってる以上、どんなことをしてでも自分自身が、どんなことをしてでもあいつを、勇気を追放しなければならないと思ってるんで。ついに決定した田中との一戦を前に、冬木は田中のリストラを解除、自らの手でとどめを刺すことを決意する。さらにはコミッショナー権限を盾に勝手に横浜アリーナのカードを発表、自分の試合をメインに据えた。これに対し荒井社長は大激怒、冬木の発表を覆し、横浜では H とハヤブサをメインにすると改めて発表した。順番に関してまであいつに手をかけられる筋合いはないと思ってますんで。さらに荒井社長は田中の公約通りに、絶対に脱出不可能で史上最も危険な試合形式、1万5000ボルト放電金網サンダーボルトデスマッチを用意、憎き冬木に突きつけた。放電金網サンダーボルトデスマッチ、横浜での WEW タイトル、さらに敗者追放の重い十字架をかけた戦いが正式に決まったこの日、冬木は田中とそれぞれがキャプテンとしてチームを率いて、鉄折監禁キャプテンホール6人タッグマッチで激突。しかし試合はアリーナの対決に向けて、できるだけ田中にダメージを与えたい冬木が反則の限りを尽くし田中を下した。危ない危ない、スリーカウントか。よく聞いとけや、横浜アリーナが終わったら追放されるのは田中。まあそりゃそうだ、みんなもう分かってるよ。社長になるのはこの俺、冬木行動だ。何を言っているんだ冬木。田中を血祭りに上げた冬木は勝利を確信したのか、いよいよ勢いに乗っていく。世紀の一騎打ちが目前に迫ったこの博多大会でも、冬木は最後の仕上げとばかりに田中に襲いかかっていった。さらに冬木は今や田中とは違った意味で最大の敵となった荒井社長にまで牙を向けた。しかし試合は田中が後楽園の雪辱に成功、傾いた流れをなんとか五分に引き戻す。だから営業に行って病院閉めてけ。はい、営業ですよ。冬木の試合見れるのもあと1試合しかないからな。お冬木のファンの皆さん、あいつ応援しに来たってください。あいつの最後見れるぞ。田中と荒井は両方勝負してたからな、2対1のハンディキャップじゃってたのかな。今日の目的は元から荒井だからこのような、荒井がないの再三最初はお前試合やってリフで顔出し込んでくるから、お前沸かしてやっただけだからな。お前お見えたら素人でリンカなんじゃねえこの野郎って、リンカどうなるかって本当にあったわって。今までお前俺の助けがあったからああやってお前いい格好できたけど、お前
俺とお前助けなかったらこうなんだこの野郎お前民主主義とかわかるこの野郎ってわけないろ今日の負けなんでもねえからなこの野郎言っとくよな負けてったけどお前これもお前横回りの作戦だからなお前決戦のカウントダウンが佳境を迎えいよいよ待ったなしの空気が漂うこの日デスマッチの舞台となる東電金網のリングが両選手とマスコミにお披露目されたあ実際やっぱもう想像したよりやっぱダメでしたねすごかったねまあ僕はまあ触れるつもりはないんで冬木の豚でも、まあ、黒焦げにしてやろうかなとは思うんですけど冬木追放に燃える新井社長ではあるが万が一のために田中冬樹に前代未聞の1億円の生命保険をかけて不測の事態に備えた果たして1万5000ボルトが放電される地獄のリングで最後に立つのは田中か冬樹かそして新井社長は本命を極める FMW を救い出すことができるのであろうか敗れし者は FMW マットから永久追放されるこの試合はいよいよこの後クライマックスを迎えるエンターテイメントプロレス FMW の1999年12月シリーズメイキングオブニューレジェンドがご覧のような日程で開催されます このシリーズには本日スペシャルレフリーとして参戦しているショーン・マイケルズの団体 TWA よりご覧の選手の初参戦が決定さらに12月11日12日後楽園ホール大会にはECW よりご覧の4選手が参戦いたします12月11日12日後楽園2連戦のチケットご購入希望の方は1階ロビーにて閉館まで販売いたしております良い席はお早めにお求めください さあいよいよこれより行われる1万3千ボルト大電花火サンダーボルトいよいよこの時来ましたね試合は時間制限1本勝負勝敗はホールギブアップ KO のみ完全決着ルールいかなる場合どんなアクシデントが生じてもレフリーストップは認められないリング内からのエスケープは不可能また外部からの転入も不可能の史上最大完全決着決まらしとなりますいや放送席には実は新井さんに来ていただいているんですけれども新井さんはいついにこの瞬間が来ましたよそうですねとうとうやってきました、はいはい、さあこのいよいよ冬木追放なるか新井さんのもう全信頼を一身に浴びたちょっと見てからこの頼もしい背中そしてこの表情もうね、新井さんの心を全て託すのに十分あり余るこの頼りがいのある背中じゃなかったですかすごい気合入ってますね、おーかっこいいなおいさあ一方ではあの冬木の表情もスクリーン上で捉えられているわけでありますがさあ冬木は何を思っているんでしょうかいよいよこの運命のリングに足を踏み入れるというもう一つのビジョンには冬木に映ってるんですけどなんか悩んでますよほらいつもの冬木の試合前の表情とちょっと違いますねやっぱりあれですね相当今まで強かったと思いますよデスマッチがどうか大したことねとか何だか言ってましたけどあ、実験の時ちょっとビビってましたもんねそうですね、はいさあそしてその冬木攻防が今ゆっくりとリングに放追放への歩みを一歩一歩進めていると言っても新井さん、そうですね、
ではないでしょう、私はそのぐらい田中が勝つと信じてますけれども、はい、もう自分もそう信じてます、もうかなりはみんな気持ちが一つですね、ですね、今日ばかりはこの会場の皆さんと、はい、みんな願いが一つでしょう、そうでしょう、このニック・キ、ニック・キ冬木行動をこの FMW マットから追放する、その期待を一身に背負っているのが田中将人、今リング上金網四方ボス黒い金網に囲まれたそのリング上で仁王立ちしている、お膳立ちは全て整いました、整いました、ゆっくりとこの何か不気味な、不気味にもこのね、ゆっくりとこの金網が今降りて完全に今密閉されようとしています、このリング密室ですね、完全な密室ですかね、はい、だって出ようとするともうショートして焼け死んでしまいますからね、これは、あ、今完全にシャットアウト、まあ、いわばこの下界からシャットアウトされたと、普通の金網のやつだったら上から出たら勝ちなんていうルールもありますけど、はい、上から絶対出られないです、上から出られないでしょ、それからドアもないでしょ、ドアもない、完全に密閉されましたね、そうですね、これでもう要するに決着がつくまで、そうですね、要するに新井さんの指示で、はい、このゲージがもう一度上げられない限り、はい、この2人はこの空間から逃れられないということですね、そうですね、もう今服も外してますからね、あ、上に上がらない、もう上がらないですよ、冬木行動はひょっとしたらもう死刑囚の心境かもしれませんよ、相手田中将人ですからね、絶対絶命と言っても私は過言じゃないと思うんですが、あるいはしかし冬木のことですから何かしたたかなことを考えているのかな、俺は今日はもうそれは不可能だ、それが不可能な、今電源が入りますよ、どうなるんでしょうか、あ、今放電されました、1万5000ボルト放電、いや今ねこの四方のバッテリーからですね、ははー、これはちょっと危、本当に危ないです、新井さん、これこれは触ったら危険ですよ、正真正銘ですから、いわゆるあの発電所とにあるバッテリーは同じのが4方向にあってそこから放電されてますからね、さあサイボーグだ、気合の表情、ちょっと手に汗握る瞬間ですよ、あと同時に人の命もかかってますからね、これはそうなんですよ、先ほどの VTR の中でもありますけれども、高額な生命保険に入ってます、数社合わせて1億円、はい、これは、ロープに振られるぐらいだとまだ大丈夫、大丈夫ですね、その間は間スペース取ってますんで、スペース取ってますね、だから何もね、新井さんは選手を傷つけようという意味ではないわけですよ、なるほど、ロープワークは大丈夫ですね、だから脱出できない、脱出できないですね、先ほどの実験でもありますが、熊のぬいぐるみは丸焦げになってましたけど、タックル、おーっと、うわー、これタックルを逃れようとしてエプロンに行こうものならこれ自殺行為になりますね、そんなことになりますね、金網に少しでも触れると熊のぬいぐるみみたいになってしまうんですか、そうですね、まあショートする形になる、ちょっと、ああいう技危険だ、うわー、冬木今日は死に物狂いでしょうね、いやー、これ命かかってますもん、もう試合のことは考えてないかもしれないですね、あ、もう自分が生き残るためのことですから、危ない、思わず新井さんも悲鳴を上げた、いやーちょっとこれはちょっと早く入らないと、もうここいくらタフでもね、電流はそれは1万5000ボットはタフとかそういう問題じゃないですか、人体にもう人間である限りはこれは逃れようないですね、いやこのね電流が分かるようにちょっと今場内相当暗くなってるんですけれども、またこれがなんとも異様な雰囲気を醸し出しています、
どうでしょう、このやっぱり序盤戦は殴る蹴るというかブルファイトの攻防になってますね、やはりね、いわゆるこの、なんていうんでしょうか、プロレスリングというよりもですね、これも命をかけた喧嘩というか、だからね、田中にしてみたらとにかく追い出したい、冬木にしてみたらこれ FM だ、諦めたか、いやしかしこのまま、おーエルボー、さあエルボー、エルボーいったー、おーこれもタフだなー、ロープ離しませんよ絶対、あー危ない危ない、大丈夫大丈夫、さあ田中がこっから、おーあーすごい白煙、うーわー白煙すごい、あ何かクズがね、金網にこびりついていますよ、ちょっと変な匂いが、うわ衝撃だ、ちょっと冬木の背中、うわ衝撃、冬木の背中にかけている、網焼き、あーそして、うわこれも冬木、虫の息でしょ、あー背中焦げてる、冬木の背中が焦げている、金網の跡がついているぞ、5m ぐらい飛んできた、大丈夫ですか田中、今火の粉飛んで、田中大丈夫ですかこれ、いやでも今ね足じゃなかったですかね、あのね、あの冬木の方が靴だった、使った今足でしょ、ゴムだったらですね、あの電気通さないんでまだ、はい、あちょっとこれ見た目よりも、はい、体に電流が走る全然方がそうですか、ダメージがね、はい、うわーやっと危ない、これは危ない、ちょっと待って、危ない、田中と同時に社長は不行きになるんですよ、そうなんですよ、そうですね、社長不行きってことは新井さんは、はい、なんかすいません、なんか実況になったくても、いやいや、新井さんはどうだ、はい、もう自分は、もしもうそんなこと考えんのやめよう、田中勝ちますよね、そうですね、もう一つでいくしかないですね、なんか焦げてる、あーもう嫌だな、匂いがする、うわー、これはちょっと見まともに静止できないですね、この耳をつむ、この嫌な音がこの電流の伝わりますからジーってずっと言ってんですよ、あーさあパワーパワー、危ない危ない危ない、さっきですね、今手がつきそう、いやーもうとにかくね、田中が負けることだけ考えたくない、ちょっとでも先ほどの一撃でいやいや不要優勢になってきましたが、いやでも田中この数々の今まで乗り越えてきた試練を比べればまだまだでしょ、ねえ、1対3も乗り越えてきたし、20年のキャリアの不要がね、全て失うわけですよ今日もし通販されたら、FMW で培ってきた歴史もね、 FMW でねここまでエンターテインメントプレス推進してきた、よしよっしゃ、ない、ここも追放されたらね、移転リンクはもうないですから、いやそりゃそうですよ、ここ追放されたら冬木はもう今日本ではイクリームないですよ、あーそうか、いや本当にもう絶対で、そうなるとね絶対負けるわけにいかないんだろう、冬木も自ら実は追い込まれてたんですね、田中もね、その辺考えてね、相手がどれくらい死に物狂いで来てるかちゃんとこう考えて、さあスリークリーム、思わずよしという力が入る新井社長ですが、新井さんも拳の中はもう汗だくになってますけども、ですね、ちょっともう思ってもみない展開で、序盤にもこういうふうに金網に当たったのも全然想像してなかったんで、これあの脱出するための、はい、あくまでも触れないようにするために作ったもんなんで、はい、これ新井さんは今辛いと思うんですよ、だって新井さんはこれ人を傷つけるために考えた装置じゃないですからね、僕は今ちょっと涙いやでも我々は田中に勝ってほしいという気持ちなんかよりもですね、もう考えられないぐらい新井さんは叱りですけれどもね、もう全てがね消えませんけど、この半年間ね、もうあまりにもひどい、僕はもう僕が新井さんだったらもう黒焦げになる雰囲気を見たいぐらいの気持ちになってますよ、
そのために用意した装置ぐらいの気持ちで。いや、まあ斉藤さんが新井さんだったら古木さんの言うことを聞いて古文とかなんてことを言うんですか、気持ちは一つって言ったのに。分かり合えない。ただね、そういう僕でも斉藤さんでもね、やっぱ冬木が勝つとこだけは本当に見たくない。見たくないでしょう、これは負けるか。俺そりゃそうですよ、頑張ってほしい。あ、なんでしょうかね、いや、だったら僕はたまそうなんですよ、いつものそれで新井さんがそれをね考えたわけですよ。ただ逆にね、新井さん、いつものリングのシングルマッチだったらもっと僕田中優の展開になってるような気がするんですけど、冬木の何ですかね、こう殴るというか、このなりふり構わない勝利の執念なんですかね。そうですね、デスマッチでも本来だったら田中の方が有利なはずなんですよ、今までデスマッチの経験多いですから、何か宿ってますかね、今日の冬木は。やっぱり冬木のね、ああちょっとこの、ああ危ないぞ、長いですね、危ない危ない、顎が完全に上がっている。これも危ない危ないよ、よし、いやーもうヒヤヒヤの連続ですね。冬木のね、よく最近になって、最近だってやたらよく言ってたでしょ、あの格の違い見せてやるっていう、はいはい、このね、あの一戦でずっとね20年間やってた、去年そのそこの部分が出てんじゃないかな。去年あのハヤブサから2冠を奪った時がありましたね、あの時もやっぱりその見せたでしょ、見せたあの強さ、あの自分の体が壊れてもっていうんで言ったじゃないですか、攻めに。ここへ来てまたちょっと冬木がねそういうモードに入ってきてますね。だから田中がね、あのその田中若い頃から、はい、どこまでね、その魂で対抗できるかですよね。でも新井さん、これ長期戦に持ち込んだら田中有利でしょ。絶対いいだと思います、スタミナ的にも田中の上ですよね、はい、さあさあ来るぞ、よしギロチン、さあ握り拳だ、田中一気に行くか、ラリアット、ものすごい角度で入った、カウント 2.8。 さあ今度はコーナー、あダイヤモンドダストいきますね、終わりじゃない。さあダイヤモンドダスト、さあこの FM ダブルファン期待に芯を乗せたダイヤモンドダスト、これはどうか、これはどうか、おっとちょっと滑りましたかね、当たりが浅かったか、パーフェクトではなかったか、触れたらね、死ぬかもしれないものの中で戦ってきたこの汗、はい、これはあれ、冷や汗みたいなのもあるんでしょ、油汗とかあるでしょ、うわー、ダイハットパーフェクト、あー、ジョーマン投げっぱなし、しかし藤見を田中、よし、エンド、これはいったぞ、惜しい、惜しい、田中、いやー、ドンピシャのタイミングの田中のエルボーだったんですけどね。さあ、冬木も、冬木もダメージ蓄積してきました、もう追放、追放、逃げ場はありません、これはね、場外でインターバル取ることもできませんからね、あー、危ない危ない、フラフラでエプロンはちょっと危険ですよ、あー、ちょっと、これは、ね、あー、帰ってまずい、田中行け、田中行け、この攻防危ない、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 ちょっとまずい、あー、筋肉、筋肉バスター狙うんだ、このまま、なんと冬木高いの、うわ、これを出すときの冬木はね、まずいよ、あー、上げろ、よし、新井さんの声届いたか、上げてくれたのか、冬木が勝つところだけは見たくない、はい、捨て身に来てますか、いやーまさかね、あれ今な、あれさ、何を、あー、そっか、あれだ、ロープ、あーロープ外すのは危険だ、ロープないかな、ロープはこれある状況だから、田中ちょっと言っとい、田中、ね、まずいですね、いやまずいまずい、ロープこれ命綱でしょ、あれ五郎ちゃん、五郎ちゃん、五郎ちゃんこれ止めないと、あーこれ、あの、あー若手が入ってこれないから、ロープ張り直せない、これ、いやでも
これ冬木も危険なわけですから。いやだから仕込みできてるんだ。危険ですよ。全部外すの？下見てきてますよ。本当に今までも何度か捨て身になった風景っていうのはあるんでしょうけど、はい、これだと本当今日負けたら俺は姉崎レフリーも危ないんだから、これ止めさせないと。うーわー、ちょっとこれは嫌な展開になってきています。あまりその断末魔の叫びは聞きたくない。もうね、私たちこの変なものの証人になりたくないですね。こんなところで大変な惨事の証人に僕はなりたくない。これは危険ですよ。いやー、これ3本外すのは新井さん、これもう網上げた方がいいんじゃないですかね。あ、そうだね。あ、だからフックがもう外してんだよ。えフック外しちゃってるんですよ。あ、フック外れちゃってんの。そう、フック外してんですよ。いやー、もういくら完全決着でもこれは危なすぎるな。あそしてロープで、ちょっと田中の目がうつろだ。構わないあもうすべてのね、もう ある意味で言うとね、もう新井さんの魂も今ここに背負ってるんですよ。田中その魂がこの田中の、ね、いやちょっとあの、ね、一筋のこれがね、あこの FMW 混迷のね象徴ですよ、コミッショナーですよ。冬木は、コミッショナーのやることですか、これが。そうですね、これがね、FMW 混迷のね象徴的な光景ですよ。そうですね、コミッショナーのやることじゃないでしょ。ロープ外してね、新井さん。本当ですね。いやうわー、怖い。そうこの混迷をね、なんとか田中に。さあ田中、ちょっと田中相当先ほどの筋肉バスターが打ち方が良くなかったんじゃないですかね。聞いてますかね。ちょっと首筋が痛めてますかね。動きが急に落ちました。危ない。よし、でもいけ。ボロに行った。すごい煙。いやいけ。さあ田中いけ。田中いけ。さあこれ決まったか。おお。バケモノだ。冬木もバケモノ。背中焦げてるよ背中。もうこれ俺ね、こっちの呼吸が怖くてね。もうね、結末見たくなくなってきちゃったな。いやーもうね、これ再三ですけど、これ見た目よりもきついわけですよ。電流ですからね。あれジーダンダライスかわした。エルボーイロースダウンしてった。これゼルが決まらない。もう早く決着つけてくれたんだか。うわすごい匂い。ゴムみたいな匂い。いやーこれ人なんですかね、これ髪焼いた時みたいな匂い。そうなの。危ない。髪の毛燃やしたみたいな。もうちょっと危ない。早くおっと。うわっ勇気。しかし2発背中にモロニア電流浴びてね。大丈夫なんだ。うわっあれ今あれだっけ。あっまずいうわ田中危ない。今もう金網半分ぐらいに火花散ったんですけど、これ早く手をつけないとまずいよ。本当に死にますよ。本当に新井さん、これちょっとね、本当に死んじゃうよ。これもう火花絶対良くないですよ。これね、手つけなきゃいけないとね。早く冬木負けろ。冬木早く負けろ。うわそんなとこで頑張るな。もう冬木はうわエルボー行け。田中頼む。今同士打ちかよ。しうわー始まった。そのままいった。いや出た。新井さん、はしご。
あ、はしごで入るのかな。ちょっと新井さん、マイク持ってます。それでは試合のルールにのっとりまして、藤井近藤選手を FMW に追放いたします。追放した入り子の時が来た。ザ・タイムハズカムですよ。やった、斉藤さん、やりましたよ。やったよ。FMW 一体なった。2000年のね、2000年の夜明けが今やっと FMW マットにね、まさにミレニアム到来ですね。これ気持ちなかった。流れてました。田中よくやった。田中やった。よくやった。田中やりました。田中、大丈夫、冬木さん息してるから。もう背中焦げだらけでしょ、全部やけどでしょあれ。あー、やっとこの恐怖のステージが今、いやもう感動で嬉しさと上がっていきます。もう緊張感抜けたら、 あの放電が止まりましたんでね。あーやっと安全になりました。あーやっと安全なスペースに今この FMW 横浜アリーナのね、解放されました。地獄から今解放されました。なんかこう私たちのところにちょっと帰ってきたようなね、もうなんかそんな感じですけれども、涙が止まらないですよ。もう今田中のところと、もう歩み寄って抱きつきたい気分でしょう。いやそれはどうなんですか。新井さんからベルトを受け取った。それもそうだしね。いや、 やっぱりね、あの雰囲気ね、いろんなことあったけどね、そのとこまでは見たくなかったからね。ああもう涙が。雰囲気をじゃあ追放するんですね。ああまあかわいそうだけどしょうがないよ。もうはいね、まあ自分がやったことのつけですから。やっぱり一人こんなあれだと一人正面かけちゃいけないってことですよ。あ、今あのタンカーで運ばれて、あ、出ましたね。ゴミ収集車が今ステージの前に用意されています。ゴミ収集車が今廃品回収とかいたね、トラックが用意されてるんですけども、あはは、なるほど、雰囲気追放はこの車に乗せられて、処理の車の中にゴミとともに冬木行動が埋まっていきました。もう冬木の姿がゴミにまみれてね、見えなくなっちゃいましたよ。いやあ、そして、あ、田中が自ら運転していくんですかね、これね。あはは、さあ田中が今冬木をゴミの中に埋めて、そしてベルトを高々の掲げて今車の中に乗り込んで、あ、今画面がね、車の中の捉えています。田中ちゃんと免許持ってんのかな、大丈夫かな。いや免許持ってますよ、スピード強だからね。あんまりスピード出さないようにしないと。田中スピード強だから。今田中が冬木をこの FMW から廃品回収の車で冬木を追放するその瞬間です。しっかりと皆さん目に焼き付けていただきましょう。冬木はこの FMW あるいはプロレス界から今追放されます。ゆっくりとゆっくりと旋回していくトラック、冬木の姿は今ゴミとチリとともに今 FMW の外へと散っ
ていったわけであります。これはこんな使ったからさあ、それではいよいよメインイベントです。まずはこの VTR ご覧いただきましょう。ここに一枚の写真がある。不死鳥のマスクをめぐり戦う H とハヤブサの若き日の姿である。そもそも2人は大学時代からの同級生で、九州から FMW に共に入門した無理の親友同士であった。しかし FMW の10年に及ぶ歩みの中で、ミスター雁之助こと本田は FMW を離れ、2人は別々の道を歩くこととなる。そんな2人の道が再び交わった。離脱した雁之助が突如 U ターン、ハヤブサこと江崎に宣戦布告する。みんなに頭下げてもう一回やり直してくれ、分かってくれ。これまで昔の関係が忘れられないハヤブサであったが、この一戦で過去との決別を決意。この日からハヤブサと雁之助は親友であることを忘れ、血で血を洗う戦いに突入していった。雁之助の FMW 復帰以来続いた2人の遺恨が、今年に入って新たな展開を見せることになる。さあ、ハヤブサ、全てはコミッショナー冬木によるこの衝撃発言から始まった。スター気取りのマスクマンはな、これからの FMW には必要ないんだ。お前はこれからは江崎英二だ。冬木の理不尽要求を受け、悩みに悩んだハヤブサだったが、結局自分の選手生命とファンと共に築いたイメージを守るため、マスクを脱ぐことを決意した。こうして迎えた最後の試合の札幌で、当然のようにハヤブサの前に立ちはだかったのは、やはり不死鳥とさまざまな遺恨を持つこの男であった。宿敵雁之助を倒し、有終の美を飾るはずだったハヤブサ。しかし、まあ、これもう私も。最悪のエンディングを迎えてしまったハヤブサは新キャラクター H に変身。以後無敗の快進撃でノーリスペクトを蹴散らし、順調なスタートを切ったかのように見えた。しかし勢いに乗る H の前に現れたのは、なんと誰が見てもあの男にしか見えない二代目ハヤブサであった。あくまでもハヤブサだよ僕は、ね、胸いっぱいのプレスするからね、胸いっぱいの悪いこともするよ。宣言通りやりたい放題、ハヤブサの働く胸いっぱいの悪事は日に日にエスカレートしていった。ハヤブサ君、ちょっと老いたが過ぎるよ。俺から君の好きそうなプレゼントがあるよ。次の後楽園ホール爆破マッチで勝負だ。たださ、なあ、せっかく早くの名前を用意したいんだったらどこでも付き合ってお望みより肛門爆破で勝負だ。肛門爆破が決まると H はさらに勢いを増していく。一方のハヤブサは逆に思ったほど全てのことがうまくいかない焦りからか、次第にファイトに精彩を欠くこととなる。ハヤブサ君、こうして迎えた注目の肛門爆破デスマッチは H の意外な呼びかけから始まり、思わぬ結末を迎えることとなる。ハヤブサ、いや本田正史、
覚えてるか、二人で FMW の門叩いた頃のこと。今度は今日あの頃と同じ第一試合で、あの頃と同じ気持ちでリングに上がってほしい。そのためにこれがあるんだ。さらにこの日全試合が終了した後、完全に自分を見失い狂乱状態に陥ったハヤブサと、それに呼応するかのように荒れ狂う栄一がリングに乱入、果たしない死闘を繰り広げた。栄一が入ってきた。あ、ちょっと栄一まで何すると、新井さんもちょっと待って、うわが時代から続くこの2人の不思議な因縁は、くしくもこの10年間の FMW の歴史とオーバーラップしながら深まっていった。そして英一とハヤブサ、いや江崎英二と本田正史がお互いの全てをかけた戦いに挑む。この試合で生き残り長きにわたる遺恨にピリオドを打つのは果たしてどちらなのであろうか。煙の量も普通じゃないよこれ。いやすごいことになっている。早武殺隊より派手になった。
ってます。風ですね。いやー、それにしてもこんなかつて派手な入場のプロレスラーが日本にいたんでしょうか。頭をショートカットにしてね、またさらに警官になって、警官になって、野生味あふれるこの枝木栄一をご覧ください。栄一入場。いよいよですよ、レフェリー。いよいよ来ましたね。いよいよですよ、レフェリー。今黙ってみましょう。これは正規中にこんな出来事があると思いませんでした。斉藤ね、ぜいぜいですね。杉崎さんも、ハートブレイクですね。もうさっきのフーちゃんと本当、はい、なんてことすんのよ。ブーだろこれは。なんてこと、何してか分かってんの。おい、ガンノスケ、そりゃないぞ。おかしいわ、おかしい。普通なら絶対できないはずですから。絶対できないでしょう。あ、早くもエイチがこれね、ショーン・マイケルズ。さあ今ゴンが鳴った。早くもエイチが、おお、世界で できないよ。それはさすがですね。上気を逸してるんだとしたら、ちょっとね、こっち来ますよ、こっち来ますよ。今こちらの放送席側の作品、やっぱり、ね、一つ一つの攻撃にこのなんていうんですかね、歴史が詰まってるんで。さあまずは場外からこの遺恨対決、因縁対決、幕を開けたようであります。まあとにかくもうこの2人、まあ、我々がね語り尽くすまでも語るまでもないドラマチックなねプロレス人生を歩んできたわけでありますが、何か言いましたけどね、はい、友達同士とかの方が、一緒に出てきた友達同士ですよね、プロレスやるために九州から、はいはい、うん、そういう人たちの方がね、もつれた時の修正がまず不可能に近いという、だから、ね、ひょっとするとね、はい、昔から一緒に何か目指してやってきた友達としてはね、一緒にいない場合、いい場合が、ね、いい場合もあるんですよ。それで離れた時期もあるんだと思うんですよ、ね、ただね、それはやっぱりお互いから逃げてることなんですよね、きちんと自分の中でやっぱり一区切りというか生産をしないといけないですね、自分の中でね、やっぱりね、ちゃんとね、はい、消化していくためにね、ワイクアンドスカイ戻ってきたんだと思うんでね、はい、ただその戻ってきてから、まあ、結果これだよ。少なくてもですね、今までの対決は元ハヤブサ江崎エイジの方に非常にノスタルジックな気持ちがあったと思うんですけど、今日の戦いに関してはですね、比較的2人ともそういった感情というのは
ないね。ないですよ。もう明らかに、いや、ただ、H の中には、仕方あるかもしれないけど、まあ、相当ひどい目に遭ってるよ、それは確かに。ただね、もしそれが出る、江崎英二のという男の魅力でもあるしね、その弱さが。それが出るのは試合後、ひょっとしたら出るかもしれないけど。分からないけど、あのね、その弱さが魅力なのかもしれないからしょうがないんですよ。その辺のね、ダメな部分、脆い部分を含めて江崎英二なんですよね。そうですね。ただね、僕はね、がんばすけたところもそういう人間だったと思うもん。まあ、今日は本当ね、学生時代のね、話してると涙出そうな。学生時代の写真なんか見るとね、本当に人も良さそうな、絶対悪いことしなさそうなね、好青年だったと思うね、青年でしたけど。さあ、おっと、これはガッチリ入ってますか。 H の腕がおっとだらんとしたんですが、力強く今拳を握りました。ちゃんとさばいてもらえると思いますね。もうこれで今日で決まった裁定には不服はいっちゃいけない。そうですね。あるいはもうこのショーン・マイケルズによって裁かれた一つの答え、これはおそらく2人の中で共有しなければいけない、一つの答えですよね。はい、まあ、そこからで、ね、行こう動こうってのは僕はもう許されないと思う。そうするとやっぱりこれも今日ですか、この2人のこの紆余曲折が一つの線にまとまるのは今日ですかね、やっぱり。じゃあ、おっ、でも今ね、手を出しましたよ。ガンノスケいくらね、ガンノスケっていうか、ヤブさんもガンノスケですよね。ガンノスケね、いくらこれ自分が悪いことしてるつもりかもしれないけど、はい、一般には勝てない。だから、元祖悪ガキですから。怒らせない方がいいと思うよ、あれは。ひょっとしたら怒らせようとしてるかもしれないよ。それないだろうけど。マイケルズにそこまでやるなんて飛びましたね。あ、そうか、江崎はやっぱり自分でね、決着をつけたいんですね。正面ケーズも相当放りましたね、これは。出ましたよ、スイートチーズ出しました。これ日本で本戦中に見れると思ってました。このような足がまだ怒ってる、まだ怒ってる。これ泣いて笑ってむせて杉崎さんも人生も悔いないでしょう。今日で明日田舎に入ります。どけるどけるあ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、自分で、あー、ガンノスケ、こんなマスク切れたやつだ。言われた通り無理だ。さあ、ここからがガンノスケ対江崎英二の戦いだ。肉体でできるんですね、この人は。 HBK がびっくりしました今。あんな綺麗に飛ぶ人いないですもん、だって。さあ、H が、お、あ、これはね、はやぶさの時にですね、あれ以来、あれ以来やってた。 H なんて初めてじゃないですか。 H なんて初めてでしょ、はい、さあ、おーっと、これはうまく、さあ、二人が場外になだれを打つように落とされました。そうか、でもケブラー玉 H になってからは久しぶりですね。やってないかもしれませんね。3、かっこいい、もう一つ一つがかっこいいです。
絵になる男。ノックアウト、ノックアウトで、スーノックアウト、ノーカウントだと言ってますね。シューこれはもう場外カウント、これ決着ルールですかね、完全決着ルールですかね。場外カウントはでもありますね、通常のルールですね。通常ルールってことは場外リングアウトないないですね。 FW ですね。いくら FW さんが通常ルールが通報になったとはいえないですね。そうですよ、まだ現行ルールですから。そうですね、本日まではフーギーコミッショナーですから、はい、まだおやっとカウントをやめましたか。ホリスタイ、ホリスタイ、カモン、ヒャー、ホリスタイ、ホリスタイ。おっと強引に今 H が、ね、そんなけどルール知ってると思いますよ。それは知ってるけど、すごい音今、カウント取れなかったら静かじゃないですか、ね、エンターテイナーだから、だからその沈黙が怖いんだよ ね、 ね、僕なんかはわかるけど、まあいいか、いいじゃない、ね、ただね、これはあの今までにないハードな試合、 H になって初めてだね、これは、はい、ここまでハードな試合は。今のだって場外のパワーボム、あ、ちょっと何、エプロンですか今度は。激しいな、もう要するにこれもう1回どうでしょう、雁之助、はやぶさ、そのあたりを一回リセットさせようとして、本当に本田話に戻る、立ち戻らさせるにはもうこれはもうことんまでやっつけないといけないっていう気持ちなんでしょうね、プロレスラーとして一回リセットするというね。さあそういった意味でも、あ、逆に、あ、そうだ、何、ここでまた、え、何、何、これ逆ファイヤーサンダーね。うわー、ちょっと目向いてますよ H、 大丈夫か。とにかく、まあ、この2人は死闘という言葉を何度となく言い尽くされたわけですけれども、ね、今日だけはね、でも意味合い違うよ、ちょっと意味合い違います、あの確かにね、普通はね、負けても次勝てばいいし、はい、そういう風にやっていけばいいんだけど、完全決着ですからね、今日は、はい、はやぶさ、雁之助、本田雅史、江田圭司のファイナルステージということですね。おっ、また怒ったよ、また怒りましたよ。いいじゃないですかね、ショーン・マイケルズ。おっ、これはチューマッチ、ドンウォー。でもね、お客さんも冷静になって考えてほしい。ノーカウントっていうのはね、冬木が考えたルールなの。冬木が考えたルールなの、ノーカウントってのは。待ってろてめえ、ほら、もう冬木がいいんだからさ。冬木信じててどうすんだよ、みんな。もうカウントあるのが正しいプロレスなんだよ。杉田さん、顔真っ赤、ほらもう鼻だってた、もうタコ中みたいになってます、大丈夫ですか。カウントあるのが本当のプロレスなんだよ。酔っ払いじゃないんだからさ、冬木が勝手にやったってルールやねん。落ち着いてくださいね、理解しろ。杉田さん大丈夫ですか、顔真っ赤でしょ。ねえ、試合が杉田さん、さあバックの掘り、バックの掘り、おロープを切りましたよ、1球あっと、このまんまで半、このまんまで半に入りました。What do you say? What do you say? Come on! What do you say? You want to give it up? ロープに距離がありますね。ロープまでちょっと距離があると H、 ここは耐えられるか、と厳しい表情。ちょっと H は耐えどころですが、けどもね、変則的にあのね、半に入っちゃうので、ちょっとディフェンス心構えがね、できてなかったか。やっとガードロープエスケープ。さあもう一度、おっと念仏を入れて、そうですね、本田雅史、雑草のごとくこの生命力を感じますね。あの雑草とエリートっていう意味で言うとね、同じ出発に関わらずとなってますよね。この相
マートさと泥臭さがね、全く違う道を歩んできたわけですよね。その辺がまあ直接的なジェラシーになって、いろいろあるのは事実ですからね。まあ、もっと言ってしまうと悪役と異役というかね、善と悪みたいなところまで行っちゃってましたからね。おーっと、しかし江崎英二も立ち上がっていく。おーっと、旋風客一戦顔面。H もやはり技のキレは衰えていません。お、ダウンカウント取りました。さあ、まず江崎英二が立ち上がった。さあ、よっしゃー、マンジュバスター一発いきますか。さらにダブルアームの体勢から、タイガードライバーだ。これはいいぞ。おっと、カウント2だ。やはりこの2人の戦いを計算するのはこういった技ではないのかもしれませんね。さあ、岩之助の表情、そしてハヤブサ、いや、H の表情どうなって、おーっと、ファルコーノか。金属音のような音がしましたぞ。カウント 2.8。 さあ、この技でもないのか。さあ、H がどういった形でこの試合にというよりも自分の気持ちに決着をつけるんでしょうか。おーっと、ガンドスケクラッチ、これはいいタイミングだ。ガンノスケクラッチはいつも鋭いタイミングで、はい、もう一発、もう一発、完全に足が、危ない危ない、危ない危ない、ついにね、この2人の10年間、はい、10年弱、もうなんか、何かが迎え終わりようとしてるんね。おそらくどうでしょう、彼らの持てる技全て出し切るかもしれませんね、ひょっとしたら。意地でもどっちもそれは負けるわけにはいかない試合だと思うし。お、なんだなんだ、おお、オーバーヘッド、宙を舞いました。今日は H なんだけれども、ちょっとハヤブサ的な動きも随所に見られますね。やっぱり江崎英二っていう。そうですね、もう H でも江崎英二でもハヤブサでもないんですね。あの江崎英二の肉体の中に入ってる、全部出てるって感じ。出てるですね、はい。さあ、今立ち上がった2人の、今もここから上京して一緒に門を叩いたこの2人が、お、H になってこの技は初めて見るぞ。ファイヤーパーフェクト、これはいったか。やはり全てを出し切るってことですね、これ。15分かけた、素顔でファイヤーバード見たのは初めてですけどね。いやー、華麗な技を連発してくる。さらに、お、HH だ、HH も出していく、決まった、 HH も出していく。さあ、ガンノスケダンの大の字、いや、本田正史大の字、しかし返していく。ちょっとね、ガンノスケのタフさんにちょっとびっくりしてびっくりしてますかね。あれだけの技を連発して食ってますからね。さあ、しかしある意味10年間これをやり続けて、おー、すごいラリアット。やはりこの2人の死闘の歴史の中ではですね、こういった技も出尽くされている部分もありますんでね。いや、ガンノスケ、ホンダのスタミナすごい。 FMW の10周年記念興行の、はい、名イベント、こんなにあの歓喜上がるものになると思わなかったですね。ちょっと涙で、藤田さんも数がいつもより少ないですけれども。おお、ドラゴンタイガースープレックス、はは、さらに、あ、ガンノスケがね、復活してきましたよ。恐るべしき運動のスタミナ、すごい。今の角度はちょっと危ない、デンジャラス。いやー、ちょっと引いてますよ、今ショーマイクです、危ない、 H 危ない。今ね、顔面ですかね、落とし方が。あんな落とし方初めて見ましたね。ちょっと良くないっていうことだったかな、今間近で見てますからね、ショーン・マイケルズがね。うわぁ、高い、うわぁ、がっちりエビに、おぉ、固めてカウント2、返すわ。H、江崎のスタ
ミナもすごいけど、いやこれね、何のためにプロレスやってるか。多分ね、もう今ひょっとしたら分からなくなって人間として戦ってるんだね、これね、うん、うわー、しんないけどすごいハイキック、分からなくなってる中でやってるのがこの2人のプロレスだったんだ、多分もともとね、何にもなかったんで、もともと気持ちなかった、うん、さあなだれ式フランケン、いやもう一つ一つの技に何かこの詰まってるものがね、ちょっと聞きづらいな、うわ投げっぱなしのドラゴン、起き上がってくるガンドスケ、それをカウンターでキック、しかしラリアットを回していく、おお昇天昇天、さあそして 1H、 これは決まったか、このままおホールに、うホール行った、ホール行く、さあカウント、おお、あれですかね、これエザキが逆にホールに行けなかったのかな、ちょっとタイミング遅れましたね、エザキも何かもちろん疲れてるんでしょう、かき終わった表情を見せました、でもね、あちょっと待ってください、これは後ろ向きだ、後ろ向きだ、後ろ向きだ、フェニックスゴー、足が当たった、足がフェニックスだ、ブラッシュ、これは決まったでしょうか、カウントしてH の姿で放つ、18分21秒勝者 H、 いやフェニックス出してきましたか、最後はねこの H の姿で繰り出したフェニックススプラッシュでカウント3、これはやはり江崎英治あるいは本田正史、気持ちの中で一つの結末を見た、そういった答えを見る技だったんですかね、これは、まあ、もちろんその答えが何なのかというのが、これはもうおそらく2人の気持ちの中にしかわからないことなんですけれども、この後の展開がどうなるかっていうことにね、まあ、一つそのヒントが隠されているんでしょう、杉作さん、これはひょっとしたら何か心が通じ合うみたいなところがあるかもしれませんが、お互いやってて、まあ、どう感じたかは僕らには分からない、ね、あの H はあれですけれども、少なくとも今のガンドスケとかハヤブサはですね、今あの一匹狼でしょ、あのね、6名以内だとちゃんとしてましたよ、はい、6名外してたからはちゃんと、はい、まあ一匹狼ですから、今この戦いがですね、何かこの江崎英治の気持ちが本田正史の心に届いたのであれば、これは握手をする可能性が非常に高いと思うんですよね、あの何かこのしがらみとかがあればなかなか握手できないんですが、全くそういったことではないんで、今はさあ手を差し伸べた英治、なかなか握手をしてくれない、さあ本田正史の江崎英治はここで、果たして握手をするんでしょうか、Come on, it's over. Shake his hand. Come on. あいい戦いをする、 You're a man, show the world you're a man、レスリングしたんだから、握手しなさいって言ったんだね、さあもう一度江崎が手を差し伸びます、さあそれにおーくし、あうわー10年も時を経てアドレルギーとショーン・マイケルズ、2人の握手を見届けてバンドフレンキット、このまま役目を終えてね、This is why FMW is and will be the number one wrestling promotion in Japan, because they have got excellent athletes and one hell of sportsmanship.Good man, hell of a match. You deserve it. Give it up for him, everybody. Oh! Yeah, 最高のチャンスでしょう。この言葉は笑う。いやー、ショーン・マイケルにね、こんなことまで言われちゃったらもう、たまんないですね。もう、FMW万歳ですね。もう、今日はもう、本当に嬉しいな。もう、杉崎さん。もうなんかこう人生の機微を今日全部なん
か味わっちゃいましたね。いやとてもテレビなくて怒ってしまいました。いや改めてね、拍手で送り出したいですね。ハートブレイキッド世界の一人人ショーン・マイケルズ。さあそして今リング上には H そして雁之助失礼しました。あ今ねあれもうちょっと気の早いファンが今リングサイド取り囲んじゃいましたけれども、あ今本田がマイクを取りました。エイジエイジ俺も行きたい。エイジエイジ俺弁解しないから、俺は弁解しないよなあエイジ。本田本田弁解しないから。分かってる、もういいじゃないか、もういいじゃんよ。エイジ弁解しないからなあエイジ。エイジもういいよ、ただこれだけ言わせてくれ。今俺はここにこうやってこのリングに立ってみんなと一緒に時間過ごせるのも本田お前がいたからだ。本当にありがとう。これからも、もしばらく一緒に、俺と一緒に歩いてくれ。みんなも、俺たちと一緒に歩いてくれ。FMW をいやーなんかこう僕らの FMW が帰って
本当長い長丁場でしたけど、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、ちょっと途中取り出しても怒ったり泣いたりして、もう喜怒哀楽、いわくもう人間の全てが詰まったね、今日のブレンバスターですよ。あ、最後ステージで、ステージで今江崎が、はい、マイクを取りました。忘れ物だった。今日がエンターテイメントプロレスフェンダリーの本当の始まりだ。みんなこれからもよろしく頼むぞ。行きますよ。よろしいか。お楽しみはこれからだ。やったー。杉崎さん本当に楽しみですね。お楽しみはこれからなんですよ。いやー、また中歴史のターニングポイントに立ち会えてもらって幸せであります。全然楽しみ。ジョバさん、今日はもう何もかも良かった。2000年の FMW 本当に楽しみです。ブレンバスターではスイッチもう余すところなくこの FMW をお届けしてまいりたいと思います。杉崎さん、今日はどうもありがとうございました。10周年記念興行エンターテインメントレスリングスーパーライブ横浜アリーナ大会に多数ご来場いたしまして誠にありがとうございました。これをもちまして本日の全試合終了でございます。本日はご来場誠にありがとうございました。出口は、危険ですので係員の指示に従って速やかにご退場お願いします。リングには触らないでください。リングには危険ですので触らないでください。本日は FMW プロレス10周年記念興行エンターテインメントレスリングスーパーライブ横浜アリーナ大会にご来場いただきまして誠にありがとうございました。